いったーいったいったいったーいったー、こんちゃ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 ということで、3万円でやるやつの8周目の4連目よろしくお願いします。昨日弟とね勝ちまして、残金がすごいことになっております。ありがとうございます。10回クリアできそうですということで、本日からは函館競輪をやっていきたいと思います。函館競輪 400m バッグ、見なし直線が 51.3m ちょい短いのかな、まあ、決まり手は逃げ 17% まくり 25% 差し 58% みたいな感じだそうです。よろしくお願いしますタヨソロさんこんばんは。お肉大好きマン誰や今日も勝ちましょう。今日の夕飯は焼き芋作りました。夕飯で焼き芋いいっすね。よろしくお願いします。焼き芋いいですね。しんでうちのフローリングでやるんで火つけるな焼き芋できますよじゃない。明日で今月も終わりですね。吉田さん今週の3歳未勝利戦出ねえよ。何なんだよ口何競争や何や。ご協さんお疲れ様です。お疲れ様です。まだ新馬戦何や。新馬戦のことそチェリーって呼んでる人いないやろリラクマさんこんばんは踏んづけてバチ当たった。今日なんでワイのせいなんだあなたも何や準備ボラ準備しとくポイント関係まだあと2日待てば倍高持ちそうですね、ポイント楽しみですね。お疲れ様ですと。明日棚卸しきついな、リラクマさん。きついな、棚卸し前日かえ。いったー、ひわいのなんや。生命さんこんばんは、頑張りや、なんや。いや、ありがとう。なんか投げやりじゃないのか、頑張れや。くそ、なんや。なんや、高橋さん、マジで。何が大好き。ということで、函館。ここは、まあ、どうかな、これ。1レース目、姿さんも、与田くんでいいのかな。もう、どっちも行きそうな感じがいる、あるけど、この島田さんが番手にいるっていうのが、ちょっとね、あれ、なんかいいかなと思って、島田さんから行ってみました。この間のね、ミッドナイトでも島田さん良かったよね。その、こうね、まあ、1、まあ、6着、6着、2回取ってるけど、2日目とか良かったね。すごいめっちゃ、なんか、なんだろう、めちゃめちゃ突っ張ってきた印象があるけど。の人が番手だからな。姿さんが突っ張ってのさらに島田さんズドンだったら与田くん行かれるか行かれないかまであんじゃないかなと思って、まあ与田くん来るパターンは島田さんとのワンツーで、与田くんを弾き飛ばしたパターンはもう島田さんからのもう16ラインで勝ってみましたでんうなでんさんお疲れ様です。こんばんは。暴れすぎ何おしゃすってどんな話題からも下ネタに持っていけるのが特技です。それ柴田の親父な。どんな話題からでも AV の話に持っていけるって柴田の親父なこうやってしっぺ返し食らうんだろうな。いつもうちの動画に出てもらうときやってもらってたからクレジオさんこんばんは。なんやマジでみんな好きやろちゃむちゃむさんこんばんは。地獄の函館ですね。函館、別府、前橋いやいやもう情に並んで郡司さんおるやんちょっとな、郡司さんと仲直りしてほしいな、ちゃむちゃむさんなそうか、ま、でも僕今んとこ函館なんか割とやれてたんだよな。そ、まあ、100% は超えてないけど何パーって書いてあったっけ。まあでもなんかそんな得意な印象もないけど、思いのほか取れてたんかな。こうだって70、あ、いや73はきついか。73負けてんな相当ちょっとでもね増やしたいね。でも結構やってるからなかなか回収率は変わらんだろうけど、最近調子良かったからな、怖いな。
締め切り1分前。なんかキャンペーンやってる？投票キャンペーン。発行だってなんかやってる？これか。50万分ポイントプレゼント。対象列の回収率が100% に満たなかった人にポイントが当たるっていう。なぁ、100% 超えてやる。超えてやるよ。まもなく締め切り。シャルカムさん、こんばんは。連日ご苦労様です。ありがとうございます。連日来ていただいてありがとうございます。ただ、おいしい競争すれてた。ただ、ぼっこしにならないよ。函館の回収率、今、73% とかでした。書いてあるやろ？下見りゃ書いてあるやろ？タイトルに。ワイなのよ、パッとでわかんないの。パッと言われてわかんないの。なんや、2回もらったから2万なんや。柴田の親父懐かしい。よそろさん、1515前と、21515エアでと。コップ。おい、おい。どうして酒でも飲んでるかよ。シャツはズボン履けないから外に出れます。なんや、ズボン履ける。さあ、締め切りだろう、もう。ああ。いや、もうなんか、爪切りたいんだけどさ、爪切り見つかんなくて、どこに入れたか分かんなくなっちゃって、爪切りたいんだよな、すげえ。爪、なんかね、伸びてるの見えたらごめんなさい。73か。まあ、今日少しでも回収率上がるように頑張れや。なんや、して。どうしたんや、今日中身違う人やってんのかい。いよ、大将、闇金でございます。こんばんは、闇金さん、こんばんは。なんで意味込めた挨拶してくんで。普通に、かっこじゃなくて、普通に書きゃええや。よろしくお願いします。パレスそうな涙をと。北アルプさん、こんばんは。一列お医者さんの解明を参考に、単服で、単服、どういうことやねん。ところで、霊感強いのかな？今日も後ろ青白くなって、みんな見えてるよ。大丈夫だよ。気のせいだよ、霊感なんて。酒飲めねえけど、変換ミスがどうもでけすなこと検索が止まらない。残金桁間違ってませんか？僕の記憶では6146。なんでそんな端数になんだよ。なるわけねえだろ。間違ってないよ。今日も信じていいかな、いいと思うんじゃない、今日信じない方がいい。函館はもうみんな自力でやるしかない、これ。誰も調子良くないかもしれんから。松川さん、こんばんは。爪短くするカニでも、壁でも引っ掛けばいい。どういうの、猫じゃねえんだよ。おシャツが笑ってる、ないや。マジで、ええやん、別に笑ってても。旅館欠席さん、こんばんは。教祖の解明を3連覆してみてくれ。多分言わないけど、教祖の推しガールズ戦なんや。マジで本当にひどい。ここですか、一生分の銭が湧き当たる、スーパーウルトラメガドン配信。とんでもない小学生の中配信みたいになってない。カラオさん、こんばんは。昨日見ていたのに増えてんな。徳井さん、ちょろまかしてねえよ。昨日のアーカイブ見てくれ。卑猥なライトの色やな。やっぱパトロン、なんでパトロンおったら卑猥な光なんだよ。おったらええな。ワイサトさん、こんばんは。タビデビさん、こんばんは。こんばんは、くんばんは、おやすみなさい。全部まとめる。よし、ということで締め切られましたね。とりあえず最初の2レースぐらいでどっちか当てたいな。するとだいぶ気分も違うけど。よし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 、いてててて。なんか買い目は買い目全然ないぞ。買い目2人ぐらいしか書いてなかったぞ。ひどいって言われて、今までありがとうなんて言いたくない。なんや。シャスさん、電車でおならぶっ放してね。誰もぶっ放さない。
よし、5回の初日、まず第一レースを迎えます。北海道の函館競輪場です。8月最後の開催、今節は月またぎのミッドナイト競輪、9月の1日まで熱戦が続く3日間のレース F2。 でもこれ与田君が前取るパターンも考えたけどよかったかな。まず初日の1レース、メンバーがスタート地点に集まってまいりました。いやでも1位ではその対戦メンバーをご紹介いたします。1番、宮城の姿則義。初っ端だからめちゃくちゃいいっつってリアル反省。3番東京の長井美少さん、こんばんは。251と4番も、ワイソツさん3連単で1号折り返しの前と、三田さんお疲れ様です。こんばんは。やっと仕事終わって帰ってきた。ねみ6番岩手の高橋、今日会社の車で走ってたらおしゃすさんが立ってない。和歌山の岡田敦史、全て位置なんや。なんで毎日同じところに立ってんだよわしは。公共さん230の二車単マルチ。第1レースは距離1625メートル。今日も脇役のおしゃすさんがメインのブラックに出てきた。先頭誘導員はおい、どういう役割してんだよわしは。リラコンさん全然やだ。絶対当てるもん。日の未来選手を日の未来ちゃんと言ってた俺 が俺より年上やった。今までありがとうございます。未来先輩だな。選手が見てない人は昨日の配信見た方がいいですよ。満車券2枚あるのにゴール後に妙なおしゃすさん、配当出てから踊るおしゃすさんが出ます。満車券だと思ってなかったからね。まずスタート自然さん、こんばんは。姿のりよしが出ました。町見て、おまけさんやってんの今。島田茂樹です。その後6番の高橋純が追ってきております。ちゃまちゃまさん156ボックス。新人の与田はズブズブさん、こんばんは。後ろが3番脇がのじゃすない、誰がや。4番の音川貴則、一番後ろには7番の岡田敦史がおります。野本れなちゃんが意外と北日本勢対関東勢の勝負となるようです。まず前から北日本勢は1番姿の利吉です。前期は A 級2班でした。宮城の姿、ここは力強い人気になりました。しっかりと動いて明日の準決勝へと進んでいくでしょうか。ワールド自然さん2151357、前回の地元戦は予選を勝っています。ここもしっかりと姿との連携を決めていきたい。まずは1走目姿、島田で人気になって、その後ろ6番の高橋純が続いています。一方関東勢は2番の与田翔太、123期山梨の新人です。前走の青森のモーニングで初めて決勝まで勝ち上がっていた与田。ここ名前間違えました。どういうこと。名前間違ってた。一旦動いて2番は与田翔太。全然大丈夫ですよ。取られましてサイドを中段の位置、4番手下げてからもう一度足を使おうという今与田翔太上がっていきます。まもなく脱勝です。1000万持って帰って、の後ろは関東勢3番の永井隆一のマークに、4番は音川貴則、ただ前からは1番の姿のりよしがペースを握っての先行勝負。2番の与田翔太は今ペースを食い下がって追っているんですけれども、先行は1番の姿。最終周回2番手では、これ島田さん出ていこう。島田さん行こう。2番の与田翔太、最終はこれ2525、今与田が先頭に変わって後ろは1番の姿が追っていく。そして島田さん最後、もう島田さん、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 与田翔太、島田さん、2525、よしよしよし、よし、与田翔太、5番は島田茂樹、ちょり、危ねえ。姿のりよしがその後入ってきました。オッケーオッケーオッケー。ちょれよしよしよし。仕方なしやろって。メンヘラ発動するからな、ご協さんな。随分危険な場所に送ります。満月見て思う、おしゃすさん、ひげがなければ顔と首の区別つかつくよ。なんや。まあ確かに輪郭をね、作ってるのはあるからね、これね。251ですね、温かたおめでとうございます。町さんは佐世保な、あ、佐世保のね、なるほどね。決意。あ、これ安いのこれ。
安いんか。適当おめでとうございます。あざます。私はアイコンをおしゃっさんにしてますが、私何のメリットがあるんですか。な、いや、なんやないよメリットなんてありがとうございます。ここ最近は同棲数も増え、初めましてな方もちらほら見かけるようになりましたね。そこで定番ではありますが、おしゃずが124の質問に答えます的な動画を出してみたらと。誰が見てんだよそれ配信こんだけやってんだから直接聞け。しかもコメントもほとんど読むんだから直接聞いたが早いやろ海沢さんこんばんは。満車期に気づいてからは踊りもすごかったけど、イエスの声もでかかった。あれは声が一歩手前でした。エピスガさんお疲れ様です。とうとう明日からおじいちゃんと北海道旅行。なんか緊張していいな北海道。いやもうそれは楽しんできてほしいな、マジで。美味しいもんいっぱい食ってほしいな。北海道行きてマジで。ちょれとんでもなく見た。おめでとうございます。あざます。あたたかた、おめでとうございます。三連単が1300違うのこれ。あれ三連単と二車単あんま変わらん感じ。これもしかして三連単が1430円で二車単1350円。いやいやでかいじゃん二車単。よし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 、あたたかた、おめでとうございます。ほぼ変わんないじゃん。これでもね今日ちょっと使おうと思って使ってるよ。ほい300円持ってます。あざます。幸先いいね幸先いいね。2000の4050。 OK いいよ。やっぱ最初当たるとなんかホッとするよねで2ですね服と財布とモバ銃と制汗スプレー、あと何がいりますかね。そんだけあればいいんじゃないか身軽な方がいいよね。なんかな、なんで変えてないときは1点でも当たるな変えて恐るさん215折り返しの禅のエアと。さ、今サバの塩焼き食べてるんで静かにしてもらっていいですか。いやだからね顔がやかましいです。あすみません本当。なんやなんやど全部謝れ広さんお疲れ様です。今日浦和競馬は午後から行って4号レース連続的中させて2万プラスして約1時間で勝ち逃げ取るの。すごっいいですね。行き帰りの時間の方が長かったじゃあ当たったからって帰れるのがまずすごいよな。すごいね。いや勝ち逃げおめでとうございます。素晴らしい今日も37度暑いぜ。しかし財布は寒いぜ。こんばんは流れさんこんばんは。なんだか今日は各地で落車が多いような事故の内容頑張ってほしいですね、うん。キチのバス停を毎日10センチずらして自分の家の前まで持ってきて怒られてください。お願い。いや、それはあの、オリエンタルラジオさんや。中田さんのやつや。武勇伝、武勇伝のやつや。ブルドラゴンさん、こんばんは。プラテーン、一郎健太さん、こんばんは。親の家から多摩川、ボートは近いですよ。車検場は電車で片道1時間かかるから遠いですね。多摩が近いですね。2号だけなんで1枚しかないと。ハチャンネルさんこんばんは。おしゃっさんに1レース乗ったつもりが2レースになった。あったあった。もう2レースでも来ること祈りましょうこんばんは。ちょっと先書くか。ちょっとこれはね12のそうな、これ佐々木くんがもうちぎっちゃうんじゃないかな。なんかもうどう仕掛けていくにしてもね、これかましも多いし、なんかどうやっても逃げちぎれるような気がして、もうこのラインはちょっと捨てようかなと思って、2、5のこのでこっちの1との組み合わせでいこうかなという感じですね。もうだから2、5、6のラインできたら諦め。しかもこっちのねこの1も4も1、17のラインの1と4、3のラインの1、4もどっちもなんかね自在みたいなこと言ってるでしょ。前々自在に、なんでも前々自在にって。だからもうね佐々木くんの後ろどっちか取ったらあれかなと思って、そこの組み合わせだけ買いました。まあラインできたらまあ しゃあない諦めっていうやつ。こう1500円ぐらいでいいか。
ちょっと安いな。あ、結構いくな。結構いくな。ここくらいでいいか。さっき当たったし、3000くらい使っちゃおう。締め切り5分前。おしゃさんを待ち受け画面にしたら空から雪地がコンテナいっぱい降ってこの間なんか海外でそんなのあったよね。金ばらまいてる、トルコだっけ、なんかわからんけどね、金持ちがばらまいてるやつあったよね。あんなあれいいけどな。おめでとうございます。生還スプレー最近調子良すぎる。これは豊橋に降格スモック注意。なんでで公害起きるんで。本当に当たったよ。なんや二社の美味しかったですね。二社とね、さっき三連単と100円ぐらいしか変わんなかったよね。渡辺美奈代さん53歳です。あった。顔がやかましい。なんや正解でキックスプレー。ズブズブさん1、2折り返しの全と。小山さんこんばんは。お社さん昨日は満車おめでとうございます。今日も満車おねしゃす頑張りたいと思います。ありがとうございます。とりあえずめっちゃ硬そうな大垣ガールズで無理やり穴勝負から入りますと。いいです。あ、今日ね、僕ね、1レースだけね、ミートナイト以外でやったの。鈴木くんが出てるレースがあって、鈴木くんのレースあって、そこはね、取らせてもらいました。佐世保か、佐世保さんレース、鈴木くんのレース、鈴木くん勝ってましたよ、1着。この間ね、日浦さんも一緒だもんな、多分な。だからここで勝ったんだけど、なんか思った展開とは違ったけど、なんとなく取れたな。なんかすごい途中でさ、すぐ離れちゃって、後ろの人と、ラインの後ろの人と鈴木くんが。で、ずっともう、しかも途中で気づいたんだろうね、そっからずっとめちゃめちゃ後ろ見るようになって、あー、かわいい、なんか後ろいないと思ってるっていう、なんかレース見てほしいわ、あれあれ、いないいないみたいな感じがもうずっとしててね。でも結局最後その番手だった人も帰ってきて3着に来てたけど。どこだよな。そうなの、今までありがとうございます。なんでね。そうね、武勇伝ネタでありましたね。わざと言ったんじゃないの、知ってて言ったんじゃないの。おしゃすかいが、こだまちゃん今日も強かったし可愛かった。おしゃす見たらお金降ってきて、なんや今日その武勇伝はマイク・タイソンに喧嘩打ったことない。花正のお肉屋さんのハンバーグが売り上げ第一。花正がな、近くにあれば幸せなんだけどな、なかなかないよね。ちなみに裏輪でシャスさんに激似の人がいたから勇気出して声かけようとしたら、よくよく見たら多分違ったかもしれなくて、やめよう、よかった、全然違う。言ってない。ただの大きい人に声かけるとこでしたね。ご協賛2前の2社タブマルチが見たらやめようと。ちゃんと長崎に降臨してますね、マーチンさんは。MC の山下さんと解説の平尾さんと並べを期待していた。 MC は社長か大津さんかナッツさんかなと思ったけど、まあおしゃっさんの MC も 0.01 分期待したけど、結局誰とやってんだ。ワイソツさん3連単で215-0と。前澤社長。ひろちゃんさんこんばんは。今日幸先がいいね。残りのレースも頑張るよ。なんや。納得いってないな。もう呆れてコメントすら読まない。そんなことない。尿管結石さん21ベンスな。全してくれ。クラさんこんばんは。今日は挨拶して寝ます。疲れてんな。こんばんは、おやすみなさい。しかし大垣ガールズのメンバー、あっせいですね。56点台のひろこさんとりこさんの下50点未満なんて、あー、そんな点数差あるんだ。もう勝って 3着だけなんか3着分かんなくして、なんかな、予想さするっていう感じなんかな。便器破壊してないよ。松くんさん12125125253467、23434と。今日の服の色がまるでおしゃっさん
何の伏せじゃこれ。誰がやマジで。8.29、22時7分、オシャスの弁。昨日な、それ。覚えるな、人の弁の時間を。オシャスの影響で徳永秀明の夢を信じて、やまってしまう。いや、いいじゃん。それはなんかね、もし知らない歌だったんだら、あれは知っといても全然何の損もないというか、めっちゃいい歌だしね。だから僕も子供の頃聞いて、わ、いいなと思ったけど、なんか、ね、当時はなんか別にあんま曲とか気にしてなかったから、大人になってあの曲なんだったっけと思って調べて、あ、徳永英明さんだったんだっていう。いいよなあの歌な。なんか YouTube にね、別のなんか女のキャラクターの役の人が歌ってるバージョンもあったりしてね、それも良かったですよ。あ、もう締め切られちゃった。秋葉原にありますと。秋葉原に何が便器破壊、何が。ああ、花正ね、花正か。秋葉原遠いな。安岡さん、こんばんは、お疲れ様です。デスタロさん、風邪治ったな。デスタロさん、風邪治ったかわからんな。佐世保のスタジオだから MC は萌えかちゃんと、解説は平尾さん。おしゃさんは行かないのか、僕は呼ばれないな。ロイヤルタクシーさん、こんばんは。仕事帰りにサウナで悪いもの出してきたので、今日は勝てますよね、勝てますね。すっきりした後はもう勝たなくちゃね、本当。また悪いもの取り込んじゃいそうだもんな、負けたらな。今うちの母がシャスさんを見て、この人は何をする YouTuber なのと聞いていたので、競輪競馬とかの配信動画してる人って言ったら、この顔でってめちゃくちゃ驚いてました。でしょって返してきて、なんやマジで、フォローせ。あと、なんで顔でやっちゃダメなんだよ、なんなんだよ。この顔でってどういう意味、お母さん呼んでこい。来たらご挨拶するわ、いつも世話になってますって。コップの中、なんや。子供の頃はデイジーのケツと胸ばかり見てたからね。いや、見てねえよ。でもね、僕、その、よく足フェチって言ってるじゃないですか。割と子供の頃からやっぱ足フェチだったよね、多分その。なんかさ、もう足組んでる子がすごい好きで。もう組んでるだけで好きになってたもんね、足を。だから足フェチだったんだろうね、ずっとね。時計秀明最初わからんおしゃっさん、50歳設定果たして。破綻してな、破綻してね。そろそろ退社早えよ。なんやなんやマジで。毒つけるな。うちの嫁がおしゃっさんのことをイノシシに似てるって褒めてました。褒めてんのかい、奥さんにも会ったからな、マジで。おめでとうございますじゃないね。よろしくお伝えください。佐世保来るなら行くで、佐世保行きたいね。いや、マーチンさんがね、佐世保行ってるから、そのまた他の佐世保の日程に合わせて、なんかあの43条も行けたらいいなっていう話はしてるんですけどね、なかなか九州だからね、その残金が増えないことにはもう厳しいのかなってなってるけど、ちょっと佐世保行きたいですね。もしもしゃっさんのその話で言うと、ルックっていうアーティストのシャイニンオン、君が悲しいで、曲がすごい好きな、知らんな、ルックっていうアーティスト知らんな、チョコレートしか知らんな。豚肉とイノシシ肉はイノシシ食ったことねえな。ドラクエのエンディング曲だった曲、そうですね、ドラクエの曲ですよね。あのドラクエも古いもんな。なんかすぐ終わっちゃったイメージだけど。あ、なんかね。おしゃっさんは、おねしゃっさんは癒しです。見てて楽しくなる今日、さんありがとうございます。こんばんは。ぜひね、あの、ミドさんのお母さんにね、それを、これをもうコピペして、あの、ミドさんは伝えといてください。おしゃっさんは可愛いから大丈夫。ありがとうございます。ひろちゃんさん、ありがとうございます。今日こそ負けてもらう、なんで負ける方祈ってて。特定さん、こんばんは。
ベケスメ。園田と姫路、コロナ感染者が出たから3週間前から競馬場行けないけど、場外発売所発売してるみたい。ああそうなんですね。ハニーいつもお世話になっておりますだってって伝えるとええでです。なんなんマジで。なんなんでチャレンジ予選競争が組まれております。第2レース A 級のチャレンジ予選競争2つ目、その回目番手勝負に来る予想。ではその対戦メンバーをご紹介します。この回てか、いやシンプルに佐々木くんだけ一人になっちゃうんじゃないかな予想。2番直哉、2番岩手の佐々木雄太で、どっちかが後ろの番手についてみたいなイメージですかね。4番愛知の加藤正則、ちぎっちゃうんじゃないかな。5番、まあでもダブル菊池さんも買いたかったけどね、ちょっと血が違うけど。6番も栃木の菊池大輔、八坂さん3連続で1、2、4号と。以上のメンバーの対戦です。ボックスか、ボックス。第2レース A 級のチャレンジ予選ましたが、頭の良さそうなお嬢さんでした。2レースも距離1625メートル、ずっと年下と思います。先頭誘導員は中村幸之助選手です。まあマーチンさんがマーチンって呼んでって言ってるのかもしれないけどな、よくそう言ってくるからマーチンさん。僕もずっと3つけるなって言われてるもん。今日も満車か数万馬りはしないよ。ジョン・レノさんこんばんは。ちゃまちゃまさん2号前の2、3着折り返し。チョコレート絶対と思った。今4連目だから残り6連くらい。掛け金すべて1000円で全部罰でも達成できる。いけます。あね、そうですね。なるべく見せ場も作りたいんでね。ちょこちょこかけつつやりたいですね。だいぶ良くなったと豊丸さん、よかった。第2レース A 級チャレンジ予選競争、まずスタートは5番の菊池貴則が出ております。そして1番の伊豆谷直也、その後3番手から2番佐々木雄太です。替え歌いきなりなんやてる。ごせんさんこんばんは。上がっていくのは6番の菊池大輔、水戸さん3号前マルチ、後ろから7番の的場カノトシ、さらには3番の橋本大輔も出てきております。3コーナーから4コーナーへ、この2レース一応ラッグスポットに分かれていくようです。遠征というか仕事で行ってるからな。前から2番の佐々木雄太です。岩手の新人123期生の2番佐々木、先行まくりしっかり動いて勝ち上がっていくでしょうか。番手周りは5番の菊池貴則です。また車買ったの？その後ろが前も買ってなかったなんかフェラーリみたいなやつ。栃木の85期同期の2人が岩手の新人2番佐々木の後ろを続いていきます。そして後ろからまず4番の加藤が動いてきました。愛知の加藤正則、前前自在に行くという競争ですが、が出ていくでしょうか。後ろは3番の橋本大輔、そして対抗人気1番の伊豆谷直也が中段から前へ動いていきそうです。点数上位、まあ、前期 A 級 1,2 半戦でも決勝に乗っていた1番の伊豆谷直也、この人も自在戦中段から前に踏んできております。さあ前は2番佐々木雄太、その後ろは栃木勢追走して今打勝です。1番伊豆谷直也、そこでやり合っちゃって意味わからんからはしているんですが、一応やり合抑えて先行は2番佐々木雄太、おお、なんかもうこれやばいな。これまずいな。1番の伊豆谷直也と4番ラインで決まっちゃうよこれ。4番手並走を続いていまして、最終周回です。マイペースで逃げている2番佐々木雄太、番手回り5番の菊池貴則、上がってくる4番の加藤のまくりなんですけども、最終バック、ただ番手は5番の菊池貴則が踏ん張っていまして、先頭は1はこれ1はなんかしてくる、これ1突っ込んできてくれ、頼む突っ込んできてくれんと、突っ込んできてくれんと、もうラインは誰だって、あた踏ん張って5番の菊池貴則ラインで決まったようです。2レースの A 級チャレンジ予選競争、2番佐々木雄太マイペースしっかりと押し切って予選は快勝です。残念無念、これはしゃあない、こうが来ましたね。もう最後のまくり勝負みたいだ。いや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 、もういや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 、きちいぼ、せめて2着来てくれればな。256もラインですね。当たった方おめでとうございます。これはしゃあない、買いすぎた、完全買いすぎた。
うんこタイムないよ、言い忘れた。ダブル菊池にぎやかになりますね。オフ会来て、オフ会こないでやったやろ。どでかみんなんや、知らず挨拶できなくて失礼しました。グッチさんは100キロ、おしゃさんは120。グッチはもう100キロないですね、75キロぐらいって言ってましたね。ちょいだろとありがとうと。明日へ走れ、半月板が姫、おしゃすは飛行不登校りすぎ。チョレイチョロ、当たった方おめでとうございます。256。当たれた方おめでとうございます。当たったけどガミとかも、やはり当たる。ストロングライフさん、こんばんは。まあ、今日のご飯代コースナビですね。まんばりチャンスはいつでもあります。ないよ。浦部さん、めっちゃ刈り上げのソフトモヒカンヘア、超ビッグ。へぇ。盛り刈り上げのモヒカンヘアなんだ。一何もしかねえ、できなかったですね。まあ、やってくれると思ったのにな。それでのちぎれを期待してたのに。いくらかな、3連単が1000、わからん。1900かなとかかな。1980円ですね。3連服と変わんないね。2車単が安い、350円。56Y とか大きいね。1310円、当たった方おめでとうございます。いいですね。はい。キチ。一気にこれマイナスいったんじゃない？これ。3000ぐらい使わなかったっけ？ 2900 円使ってるわ。キチ。4900マイナス。ここな、結構楽しみにしたレースだったんだけどな。残念無念。いちかわしてくれよねえ、本当にね、3番手の人すらかわせてなかったもんな。チョレイと、BJ さんこんばんは。今日ワイシャツに大量のファブリーズをスプレーしたらシャウエスの匂いが消えました。どうやら原因は大衆ではなくワイシャツにありました。なぜワイシャツからシャウエスの匂いがしたのか今現在調査中。でもシャツについてたってことはもう、もしかしたら体から出てきたもんがこびりついてたのかもしれんけど。で、どうなん、なんなんそれ。クリーニング出したやつがそんな匂いしてたってことですか、シャツ。どういうことなの。19年8倍。ご本意や、治ってねえや、豊丸さん。おしゃさん、明日手術なので、万倍したら手術も成功すると思うの。しないよ。万倍に治んないよ。グッチが75キロ、グッチ75キロですね。一回70ぐらいまで行ったんですけどね、少し戻ったって言ってました。オフ会って言葉に興奮するです。なんや。ズブズブさん、27折り返しのゼント。めちゃくちゃ見た。明日は給料日、調子に乗って今日使っちゃわないよ。ヨッシーさんこんばんは。今日も早くから参加します。残金教授に使い切らねえよ。笑わせてくださいじゃねえんだよ。期待してね、次のレースからぶっ壊しますと。よろしくお願いします。先書くか。ああ、もうここもなあ、1212でもいいかなと思ったけど、一応もう4着3着絞る代わりに2着目に4まで入れてっていうやつですかね。もうこれでもパンツかなって思ってるけど、どうでしょう。ここなあ、もう1も2も松本くんで、いけんじゃないの？どうですか？5番の木下さんは自在にって言ってるけど、どこにっていう、わからんよね。だからもうこれで行こうかなと。これもいや、300円とか増やさんでいいや。ガミ以外を増やそう。ガミが、でも 4. 点何倍の方はちょっといいか。が来たら嬉しい感じに、こうしとこうか。せっかくだから満車券も上げとくか。2100円、締め切り6分前ですね。ここパンツの香り。パンツ着たらいいね、ここね。
ここまで読んだっけ、どうでしょう、おしゃえもん、これからも頑張りましょう。3レースはウィンチケットとプロ予想に乗ると決めてるので、シャスに適当に好きな番号言ってください。上から数えたその人を買います。3 予想の3121に全エアでと。 BJ にお疲れ様。3レース T 会長のためにのレース、しかもしお安いね。ここパンツで決まってもまあ安いだろうけどね。14とかなってくれたらつくかな。松本くん、でもまあ2着残るだろう。1着2着やろうな。いけたとしても。どうかな。早めに突っ張ってずっとやったら4まで見えてきて。ワンチャン最後5が突っ込んできてのとかになったらな。まあまあ、そしたらパンツじゃなくなるけど。どうかな。広野さん3レース、1、2、4、1点と。もちろんエアだよと。競馬でラッキーボーイにはなれて満足してるから競輪は見てるだけ。坂本さんこんばんは。お医者さん今体重どれくらいですか。1トンねえだろ。今日も買ったら曰く付き物件、曰く付き物件になっちゃう。なんでね、逆にいいことあったのに。家に帰ります。仕事疲れた。クレジオさんお疲れ様です。気をつけて。浦部さんのプロフはカーリープラス寝癖みたいな髪が出てした。足フェチということですか。太くてもいい。もう足が出てればいいですね。それ聞いてどうするつもりだ。もう全然構わない。もう僕は生足が出てたらなんで。病的に絡んでました。変わりましたね。1倍の2社服見ると昨日の別府の件があるから他の2社服も気になる。あー確かにね。いやね、1倍とかの時はもう他買った方がなんかね、まあ楽しみ的にも増えそうな気はするけどね、少額でね。ブルさんこんばんは。三六五酒場でしこたまビール飲んできたプールです。お疲れ様です。いいですね、三六五酒場行きたいな。いいですよね、あそこね。全然料理出てくるのも早いし。ね、その値段で、そこそこ量もあるしね。美味しいしな。いいね。今日こそ見てや。当たらない船も馬も、それも、それでもチャージしましょう。もし、自信がないのなら、おしゃすパークを見てみんなで会ってましょう。そして、外れるおしゃすだけ、へいじゃねえよ。ウルトラスな。こんばんは、パンツ着たらいいですね、と。ヨシさん61234のワイドとワイの買い目と、カート。前のやつは3年くらい前だったので、現在のイカミさんありがとうございます。ちょっとな、もう僕からとちっちゃくて見えないんだけどな。アイコン大きくしたいな。おしゃすけの一族という映画公開おめでとう。誰が見るんだよそれ。ララさんこんばんは。明日面接ですと。なんとかしてます。いやもう自分でなんとかするしかなかろう、それは。あれなんか飛んだか、あれなんか下の方見えた気がしたけど。気のせいか、あれ気のせいか、あれなんか誰か解明あったような気がしたけど、なんか飛んだか、あれ気のせいか。スペさんこんばんは。こういうのまんばりはどこでやらないんやん。バチ当たった。諸事情でさえ何があったんや。ご協賛いってらっしゃい。何かトラブル起きたんだろうな。昨日弥生県で隣のおばさんがご飯おかわりしまくってまして、いいやそれは、それはいいじゃないの。ね、よく食うのいいことですよ。テレコーセさん12124345と23636235と。星野さんは健康にいい食事生活してますか。してないかな。分からんけど、あんま特に意識してないかな。でも割とね、こうもうね、動画とかではあんま食わないというかやらないけど、野菜案外食ってんだよな。野菜食ってるな。本当は海藻とか食いたいんだけど、海藻サラダ好きだからな。海藻ってなかなかね手に入らないよな。締め切り1分前。
2番松本選手の、バンタイ鈴木選手、頭固定と岩井里さん1-2-3-1-2-5の2点勝負と、うん、力士のあぐらでもいいのですか、ないない。男の足興味ないのよ。女子の足がいいのよ。だからさ、もうこれ前も言ったことあるけど、多分そのミニスカでさ、なんか女の人同士で、いやあんな足太いのになんかミニスカなんか履くなよって女子が言うやん。いやいや、もう出しててくれていいから、あ、本当に出してることが素晴らしいから。ねえ、何の話これ。ブルドラゴンさん、ここは6が来そうだよか、ね、この間当たってたからな。弥生県のおかわりご飯うまなんや。最近自動みたいになったんだよな、うん、ゆでたんが美味しかったです。ゆでたんなんかあるんだ。途中からシャンディガフばかりだったんで、ジンジャーエールでお腹いっぱいです。いいね。あー、ぶんぶん、わしじゃないのよそれ。じゃあそのなんや、ばらまくな。星田さんのおすすめ飯や、おすすめの飯や。いや、行く率で言ったら僕、ゴーゴーカレーがマジで圧倒的に多い気がするなぁ。あとはでもその、蕎麦屋さんだな、駅にある。駅の蕎麦の冷やしたぬき蕎麦はめっちゃ食う、どこ行っても。中野英一さん、こんばんは。左下の雰囲気がラブ、いいだろ、雰囲気いいだろ、ここ。寄ってく？かぶら屋がいい、あ、かぶら屋さんいいですね。かぶら屋いい。結構ね、店舗どこにでもあるしね。それ系出たらあれだな、あの三つ星さんとかも良かったな。ミドさん1-2-3-4-5-6-3の2-3着折り返しと3-4-1-5-6マルチ広く薄ぴたり。剣じゃつまらない、ちょっとひねって、1-4-3-3-5-6-7ボックス松川さん。野菜食ってんのか偉いやないかね、なんか飯の前にサラダ食うみたいな。それがいいらしいんで食ってますね。それが野菜食うかもなんや。どんな顔でも野菜食っていいだろう。パスタサラダとかはでも好きです。結構コンビニでは買いますね。まあでもあれはサラダに分類していいのかはね。手ほど入ってないじゃない野菜な。シャスさんは野菜イコールカツカレー。まあカレーってほぼサラダですからね、野菜しか入ってないからね。で、肉と野菜のハーモニーだからな、カレーはな。今日は三万車検はどこのレースか教えて。おシャスさん未来から来たの、来てねえよ。今を必死に生きてんだよ。徳川おシャケさんは埋蔵金持ってますか。持ってないですね。埋蔵金掘り当てたいですね。金のな、延べ棒欲しいよな。金が一番欲しいな。マルゲンの鉄板チャーハンうまい。でもマルゲン行ってことないんだよな。いや、チャーハン食いてえな。デンウナデンさん1-2-1-2-4-1-2-4と。おしゃさんの言う駅のそばはうちの近くにはないでしょうな。ゴーゴーカレーはあるが。あ、そうなのか。まあまあそうか。あぜひともアビコ駅の唐揚げそば食べてみてほしいです。でかいから、ああ、アビコ、アビコって行ったことないんだよな。なんかね、用事がないよね。ステーキガストね、この間行ったやつね、撮影でね。ところで、何の野菜が好き？野菜で好きな野菜は特にないけど、レタスかキャベツって言われたらレタスの方が好きかな。野菜で、あ、でもナスとかが好きかな。その野菜ってゴーゴーカレーのキャベツ。ゴーゴーカレーのキャベツはもう全然食べたくない。あれはなくていい。かずきさん来たよ、こんばんは。昨日の流れで圧勝勝したいですね。したいですね。ということで今ちょっと負けてます。福岡県民は圧倒的にうどん屋に行く人多いよと。ラーメンじゃないのよとは。ラーメンよりもね。三万車券は昨日の1レースですね。未来から来ました。過去や。過去というか今の人でも知ってんだよ、それ。福神漬けも野菜 OK。もちろん野菜でしょ、福神漬けは。あら、野菜ですよ、どう見ても。
デスタロさんこんばんは。コロナ感染してようやく回復してきました。さっきブルードラゴンさんがデスタロさん治ったかなって言ってましたよ。アイコン変わってるけどアイコンなんなんこれ、じいさんみたいになってるけど、なんか肉と野菜のハーモニーの井上陽水さん歌わんやろそんな歌。山口県にあるどんどんといううどん屋は多いし、カツ丼セットはかなりおすすめ。山口県では対戦メンバーをご紹介。二郎系食べて野菜摂取してるって言い張るのし、それは言い張るやろ。みんな言うよ、二郎食ってる人が。骨さん5134713474、ここは3連覇。野菜って何か知ってるの、何や。長男戦会、各駅行って、そう、なんかまあ行くにしてもなんかな、その飯食うためだけに行くのもな、なんか予定があれば行くんだけどな。カブトムシ取りに行きたいけど、まだいるんかな、どうなんかな。昨日は1レース見る前に寝落ちちゃった。満車券に追いつけなかった悔しさ。松本先頭誘導員は前川博樹選手です。金 1g 1万個、あ、もう超えてんだ1万円。金欲しいよな、金が一番欲しい、マジで。昨日の儲けがあるので余裕あるよね。そういう時に大きいのが取れる気がする。知らんけど気をつけんとすぐなくなるからな、こんな3000円ずつ使ってたら。行きたいとこだけ行こう。構えてきます。スガキヤもね、スガキヤ1回だけ食べたことあるな。号砲が鳴って第3レースの、これミスター遅れさんなんこれ。ちっちゃすぎてマジでただのじいさんにしか見えんのよ。京太が素早く前に出ております。その後は東京の日本橋の箱崎町、7番の木下明です。どん、そして1番の鈴木ひろと、行くことないけど4番の近く行ったら見て、覚えておいたらいいけどな。後ろからは6番川西隆之、私の女神なぜプロス、3番の井上正志が続いています。セブさんこんばんは、今日もよろしくお願いします。順調ですね。4連2番の松本京太です。今日が頑張る、みそぎ京太ね。新人123期生の松本あとこんばんはのタイミングどうなってんだよ。前走奈良もミッドナイト競輪でしたが、予選でまくりを決めて1着2着で決勝へと進んでいました。会社近くね、電子系食堂ってあるんですけど、そこのチキン南蛮が美味しい。その番手回りが1番の鈴木ひろと、番組に出てるけどマジやばいくらいの量で金額かなり安い。ぜひ行ってみてください。お写真でも食べきれ、そんなにいいですね、会社の近くに。そんなランチとかランチで食いきれないのか。いいですね、行きたい。中段からは5番の木下明、146円超えました。ベテラン55歳、以前自力の足持っていますが、ここで出番があるかどうか。後ろには7番の久保田敦のマークで、クワガタ動画1億再生いってねえよ、全然再生されてねえやろ。後ろからが6番の川西隆之、見てもいないよ場所が来ました。残りはあと2周回、動いた中部近畿勢ですが、その6番の川西には3番井上正志が続いています。で最後まあどう突っ込んできたところで、2番の松本京太、松本君今打賞。さあ別戦がどう出ていくか。集団でぴったりついてる号怖いな、ちょっとな。後方が6番の川西隆之、後ろを一本にして先行勝負。2番の松本京太、最終周回です。番手すんなりと追走です。1番は鈴木ひろと、これはでももう松本君のままでもいけそうな。後ろまだ動きがなく、何もしてこい。決まっていくでしょうか。南関東3人が最後に来る。先行は新人の2番松本京太、番手を回って1番は鈴木ひろと、そして4番の渡辺薫を追って3番手直線を、最後はどうでしょう。2番松本京太が粘り込んで粘り込んで押し切りました。1番の鈴木、4番の渡辺、パンツですね。サンデースの駅パンツですね。これは激安パンツか、これ激安パンツ大神か、これ。どうだ、でも2のまま行ったら違うのか、買ってる方どっちだ。 1,2 の方が安いのか、だったらこっちでよかったのか。刺されなくて、これはなあ、松本くんも残すよ、あんな自分もな、好き勝手言ってたんだから。当たった方おめでとうございます。パンツですね。よし今日はギャンブルやる代わりにコーンキャベツと蒙古タンメン中本で食生活節約してますこれは蒙古タンメン中本じゃない、これ節約になってもこれカップ麺ってことかなるほどな。アビコ駅の前に松本清じゃなくて秋元博士という薬局それは見たいなこの間教えてくれたやつか見たいな。
モヒカン族浦部さんが2着に入って大垣2レースは取りましたが、1レースは3着分森さんが抜けで、外れましたと。髪型をめでたかった。え、現在、え、中根さんその髪型なんですか今。はい、2位1位ですね、温かたおめでとうございます。これで失礼しました。とラーメン屋で波と大盛りが同じ値段だったから大盛り頼んだら偉い。やった、そんなにそんな量来ることある。もう絶対大盛り頼んじゃうもんな、一緒の値段だったら。損だもんな。パンツですね、なんだかな、パンツちょれいと。激安業務スーパーでの半額パンツ。たまにあるやつな、なんかな。当てられた方おめでとうございます。俺6が来るって言ったけど5着でした、わーい。そのまんまの展開、一本棒でしたね。2.、いや、何倍 ?3.6? 360かな。大して変わらん、マジかよ。超神ですね。2チューンは2番人気か。3点、これ、でも4倍あった方じゃないのかな、買った時。216、3.6 倍、2社間も 2.1 倍、たた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 た。これでも僕は、124の方だけ100円で、214の方は、資金配分してたんじゃないかな。よし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 、ギリギリ。そうなんで、この一番安いやつを100円にして、こっち上げてたんだよ。次ですよ。これでも4倍あるなと思ってたんだけど。なくなってたね。いいんじゃない、やれてんじゃない、なかなか。2100円。7000で、うん、ね、ちょっと。4050足す2502。いや、ガミトロはまだ。まだ食らってねえわ。6570と。やだな。プラス、はよプラテンさせたいな。ちょっと2レース目使いすぎだな。と、昨日も見たな、ミッドナイトサイクリング燃えて。すいません、6着かも、どっちかも、どっちでも、どっちでもええな。ズブズブさん、2、3折り返しの Z。よそろさん、1、2、3、4、全エアでと。久しぶりにびっくりドンキー行ったらめちゃくちゃうまかったよ、小さな幸せ。いや、びっくりドンキーマジでね、美味しいっすよね。もうマジで、なんか、何も値段とか気にせず全部好きなだけ食べたいよね、本当に。と行きたい。近くにあればいいんだけどな。古着屋のパンツ。ガミ警察出動。次のレース爆乗りしようぜ。とりあえずチャリ一応けどさん、おめでとうございます。お前、おしゃすの便器よ。もうさらかさないでいいよ。重みを知るまなざしは、深く住んでも、こなえるこ、なんて書いてある、なげれることない。ちょっと気持ちよかったけど、読めんかった。欠場、あ、そうだ。でもこれ3番手よな、坂本さんな。で、そうだ、忘れず、ここ歌ってる場合じゃないっていうのもあれだけど、こう熊崎くん、こう僕、あの、123期で初めて押した子だな、これ。熊崎くん。で、か、わ、待って、解明考えてねえやん、ここ。あれ？そうだっけ？あれ？ここ予想してなかったっけ？熊崎くん。ちょっと待って。あ、やばい。やっぱ、こう考えてねえ。あれ？ま、あれ？やばい。自力熊崎くんでね、満車券も取らせてもらったんよ。だからちょっと応援したい。うん、一応41しとくか。もう一応41だけでいいや。
で、まあワン、いやいいや、これでいいや、ワンチャンとかない。これを1800円ぐらいに配備するか。はいはいはい、いやここはアゲンビーや、ここから行っとこうか締め切り5分前。ああ、やばいな、もうここまで、あれそうだっけ、もうちょい予想してきてると思ったんだけど、なかったな、締め切り5分前。コロコロスギちゃんさんこんばんは、今帰宅です、今日は穴狙いで頑張ります、よろしくお願いします、よろしくお願いします。どんちゅうくらい、まあ、おしゃすの勉強ハンバーグは男のロマン困ったな、どうしたの、競輪で投票したいのにスマホのブラウザ遅いんだよ、時間なくなっちゃうよ、助けて、射精もんてってで、アプリだから簡単便利、入金もワンタッチで映像を見ながら買い目も見れちゃう、競輪アプリといえばウィンチケットみんな、9月1日から3日、スーパービップくじが、みんな、あさってに備えよう、うひょう、便利、ありがとう、射精もん、いいってことよ、あ、気もなんや。ありがとう。なんかね、9月入ったらいきなり、なんかキャンペーンやってるみたいで、撮りたいですね。ビップくじもやんのか。撮りたいですね。ありがとうございます。ミドさん、ありがとうございます。うるさいはなんや。しおれるか。しおれるって読むんだ。今日は逃げが強いのかな、どうかな。よね。呼びましたよ、坂本さん呼んだよ、顔がうるさいシャスクのビーズ好きだねありがとうございますもみあげがうるさいちょっとガチャッ、ああびっくりした、もみあげガチャついてるか、コップの中開くだけ飲まねえよ、うるさいのもみあげだったか、ミドエモン CM ありがとう、しおれるって読むや、勉強になりましたねしおれるって読めんかったな、坂本さんがだから呼んだって言ったんか、坂本さんが呼ばれてますけどね、間に合わなかったんかな坂本さんが消したなら14からより2の頭が買いたくなると、23021414263、2社単で214、あとは筋の147とマツコさん、足店では7番が1音にくっついてたよ、あ、マジっすか、ほうほうほう、ありがとうございます、ハンバーグで肉汁が流れてご飯に染みたところは子供にも食わせないって名言はあってますね、あんな人にやるもんじゃない、自分だけの楽しみですよね、あれはびっくりドンキーのね吉井さん7123をワイドとワイの予想と、ワイサツさん3連単で123124の2点を集めに、ブルさん1414237だけ、欠場になって予想消えたとか、予想がないの、予想はあるのか、予想消えた、あ僕、いや元からね欠場でしたね、僕が予想してた時も、ただだから途中でもう考えるのやめたんだろうな、ブルタロさんここは3が来るとみたいな、みんなうるさい、なんか言うやん、何もポケットから出てこなさそうなドラえもんバージョンいただきました。みんな大好きキャンペーン、キャン言わしたる。ウィンチケットの後に変な音出なかったです。変な音出た？嘘。って言ったよ。僕はシャエモンいいですね。古いたい方のドラえもんなんだよな。BJ さん147バックスやろと。絞っていきますね。肉汁たまらないですね。16123123で、BJ さんの予想もいくよ、吉井さん。ミドさん143、男の1点勝負。マジ ?143 で1点勝負。2が一定の3がかわしたとこに14ズドン。いや、ちょっと熊崎くん勝ってほしいな。熊崎くんか。ほんとね、これあのデビューの時のやつでね、どれだっけ、これが宇都宮か。で、これどっかマンションだと思うんだけど。これかな、これじゃない。
最初かな。あれこれじゃない、あれマンション、あれこれじゃない、次か、え松戸、あれ200円持っててマンだっただけか、マンションじゃねえのか、もしかして。え、なんかマン取った記憶があるんだけど、ねえじゃんマンションけん、なんかえこの後か、いや違うな、えじゃあ8000、えこれか、これを200円持ってんのか、8000、違うの、えこれ、あ、これ、あ、違うわ、全然満車券じゃなかったわ三連単を2個買っ、ん、三連単と三連単を2、え、何これ、あ、違う、そうだ、これあれだ、そう、ま、だ、同着だ、で、満車券だったのが満車券じゃなくなってんのか、そうそう、ここで取ってんだよ、で、この満車券だったっていう、そう、だから満車券もあったんだよ、これ、ほら631の方が両方ね。で、ギリギリ万超えてたっていうね。これでもう、もう気持ちよくなって好きになったよな。ということで、締め切り。なぜ人に意と書いて、奥なんですか。なんだろう、人がそんくらいいるってことかな、人の考える意思とか、なんかそういうのはもうたくさんあるって意味なのかもしれない、わからんな。おしゃすのいつも変な音出してるから気にならなかった、なんや1こんなに買ってるけどちぎり 0%、 なんかね、 0% なんすごいね、熊崎くん、おかまの120点勝負や、こんばんは熊崎です、なんやらららさんは、なんや、もう性別もわからんし、もうもはやさあ豚肉食べます、共食いじゃないよ、豚肉は食べるよ、ちゃまちゃまさん1414全でと、予想が OK だけど同じだけど、なんやどういうことや、熊崎君養成所4回落ちたそうよ、それも学科で学科でああじゃあもう納金なんすね、じゃあ熊崎君、ああいいね優しいまきびさんは、学科も難しいんですよとフォローしてたけどちょっと悲しい4回学科で落ちてるんですね、そうなの、でもね、まあでもまあ競輪のあれはいいのかもね、こんなちぎりも全然してなくてね、いいじゃないですか、頑張ってほしいな、うん、本当は1、3折り返しの4も買いたいんですよ、今日調子悪いから広く買ってもしゃあねえや、おしゃえもんとかと得体の知れん熊型オンボロロボットいるからしゃべる、なんや1回の配信でなんや何回出るかカウントしてもらいましょうか、日本野鳥の会の人にも野鳥だけで手いっぱいやろ、なんで何夜まで数えさせるんや、かわいそうすぎるだろ野鳥の会の人が何夜って言われるよ、いやちょっとすいません、今回この人の何夜を数えてもらっていいですか、何夜その仕事何夜って何仕事なんかそもそも、いやちょっと締め切りちょっと払い戻し金チャージしとくか、よしおしゃす改めおしゃえもんに名前変えたようで、変えてないやなんや、まいのさんこんばんは、勝ちいやカウントすないやちょうどかい、純一関さんこんばんは、2回目今が2回目、1回目見落としてましたが、すいません、今から3セット124ボックス1324とよろしくお願いします、なぜ鬼シャにスと書いて、オシャスと読むんですか、常にスを放出してねえよ、あそんな漢字で書かねえんだよオシャスって、ひらがななんだよ、この前、髪切ったんやけど、いつものスタイリストが休みやったから、違う人に来てもらってん。いつもと同じようにって言ってるのに、微妙にスタイル変えてきよるねん。微妙に個性出しよるねん。以上、どうでもいいお話でした。まあでもね、その、
急遽やったいつもと違う人の髪型で気に入んなくてよかったですよね。それ気に入っちゃったらさ、次いつも指名してた人指名しづらくならん、なんか、いやこの間の人の方が良かったなってなんかな、気まずくなりそうだから、やっぱいつもの人がいいわの方が良かったと思うな。それで良かったんじゃないかと思う。チャレンジ予選競争の4つ目、1番埼玉の熊崎さん、どれだけおしゃすの替え歌を入力、鏡の中濡れた唇をかむ私のチャット欄、大喜利あふれて何や連呼するけど君はかなり重い、140キロに来腹が出すぎて首も見えない、裸足の女神でどんな歌だっけな、サビしかわからんな。以上のメンバーの対戦です。すごい歌え、歌え、歌えて聞いたらわかるんだけどな多分。この競争は5番窓全部、そうですね、窓だけとりあえず、あの両面テープ買ってきたんで貼り付けたんですけど、うん、まだあと横とかもかな。だからあの T シャツも縦にしました。おしゃえもんの反響が思ったより良かったんで、ちょくちょくこれからも広報の軸に入れないでくれ。金が高騰すると思ってパチ屋の持ち太郎の当たりくらいちっちゃい金、景品交換せずにストックして、うわすごっ。いつからなんだろう、だってな、金のあの一番大景品だから5000円ぐらいでしたもんね前ね。続いていくのが4番の山田たけしです。だから安い時に食べてる人はな、儲かるよな。砂川翔太、その前に入っていくでしょうか。交通流調査よくやりますがほぼ適当。7番の大内雅和、おーい、もうちゃんと上の人見とけこれ。6番の山城光久です。適当にやってんのかい。このレースは6選手、熊崎今3コーナーから4コーナーへと進んでいきます。もみあげから毛細血管出てね。前から1番の熊崎麻人、埼玉の新人123期の熊崎が選手は23時半に終わったり止まってくる。どうなんだろう、どっか近く止まって、どうなんすかね。優勝2回、今回もこの人が優勝争いの中心となっていくでしょうか。骨さん1,2,3全部された。4番の山田たけしが、ラーメンさんこんばんは、お久しぶりです。はい、おしゃす。1番4番、はい、その3番手を回っていく7番は大内雅和。このバンク4年ぶり、しばらく見ないうち慶応に上手くなってますね。置いてかないです。元東京の大内、たまたま当たっただけですよ。2番の砂が翔太、ずっと負けてたよ。予選競争連勝中の2番の砂がどのように動いていくでしょうか。そこを警戒している1番の熊崎ですが、残りは2週間、うん、1番熊崎麻人は突っ張るようです。やっぱ7がついてるんですね、こっちの2番の砂川翔太ですが、再度4番手もう一度踏んできました。後ろは神奈川の3番梶山大輔マーク、6番は山城光久3番手ですが、いいね熊崎くん、いいね。抵抗はしましたが、いい、ね、2番の砂川翔太は苦しくなって交代。ここは2番手で4番の山田武史、3番手は3番梶山大輔、切り替えて追っています。2番の砂川翔太は苦しくなっています。最終の2コーナーへ、先頭1番の熊崎麻人、しっかり突っ張っての主導権。番手回りラインで4番の山田武史が追走して最終バック通過。前2人関東勢、追ってくるのは3番の梶山大輔と6番は山城光久。4コーナー回ってくる最後直線、1番の熊崎麻人が先頭で走って5位、いいね。4番の山田武史、3番は山城大輔、143ですね。安いかもしれんけど。いいですね熊崎くん。ナイスナイスナイス。下のあたりはもっと実おしゃいもんで思い出した、磯江もん元気かな、磯山さやかさん大好き。磯山さやかさん磯江もんって呼ばれてた。Hey I'm good what's up。 砂川くん兄貴ゆーたは怪我で、下落からの S1 スイッチ復活ですが、弟もっと頑張ってほしいですね。お兄さんが S 級なんですね。ちょれちょれ、当たった方おめでとうございます。1点勝負的勝、おめでとうございます。素晴らしい、5点3倍かいでよ。ちょれ当てられた方おめでとうございます。ちょよく6が良かったですね。6良かったね。
京って函館6連したらポイント還元だっけ、そんなのありましたっけ、6連函館もう一個なんかやってんのかな、なんか回収率が 100% いかなかったらっていうのは見たけど、函館6連山分けってことか、他は向こう町ですかね、なんかいろいろやってる。函館はなんかこの、なんだろう、回収率が 100% いかなかった方の中から抽選でみたいなのはあるみたいですけど、他はやってんのかな、どうでしょうか、これだけかと思われますが、どうなんだろう、見落としてるかもしれん。7が3番手におったらいつの間にか最高。3連単143、5.3 倍。2車単 1.3 倍。でも3連複でも5倍あるんですね。当たった方おめでとうございます。ガミってないかな。ギリギリ。ギリギリー。OK。さっきのキャンペーンのやつ一応映しとくか。キャンペーンちょっと僕だけ見ちゃったから。これでしたね。ミッドナイトのやつ。ミッドナイト函館のやつは多分他にもやってんのかな、これしか見当たらないけど、どうなんでしょうか。あ、クレジョフさん、あざます。スパチャ、あざます。うんこ、高級うんこ、あざます、あざます、あざます。収支が2600、ちょっと早いな、ペース早いな、使うペースが。やっとプラタか、プラテンか、これ足す3100、わ、やっとプラ100円プラタよ。100円プラテン、オッケーオッケーオッケー、いいぞいいぞ。よし、ということで次、おクリジョンさん、お帰りなさい。帰ってきてからのスパチャだったんで、あざます、あざます。磯山さやか、女神なのめちゃくちゃ好き。4点買ったので130円も買ったぜ、おめでとうございます。60円プラス豚麺買えるめん。山焼けは違う日で、多分違うんじゃないですかね、特に書いてないと思うので。山分けは見落としてないよな、なんかないよね、山分け。あ、これか、 あ、待って、見落としてない、見落としてたかもしれない、これか。山分けもやってんのか、9月、いや9月だ、これ 9月のやつか、だかまだか、8月はやってないじゃないか、どうなんだ。メガレンちゃんだから、これ多分9月の頭からのやつですね、多分。他はやってないよね、多分、分からん、だと思う、やってない気がする。どうでしょう、間違ったらすまへん。いってんないっすと。曲げの断髪式しないよ。いや、アイコン変わってるよ、それさん。で、クレイジョーさん、あざます。ナイスパーク、ナイスパーと。ズブズブさん、5123全と。ナイスパー、ナイス、ナスデューさんと。マツくんさん、235ボックス、213567と。今日だと思ったから、函館3連勝。あー !3 連勝、なあ、狙いたかったっすね。調子いい時に限ってやってないですよね、山分けがね。あるあるな、今日山分けやってるやなっていうね。よし、ちょっと買おうかな。あ、布井さんいるじゃん、布井さんいるじゃない。第二自力自在で、まだ里見さんが自力だ。2と3両方自力自在って言われるとちょっともう分かんなくなっちゃうな。7、締め切り6分前まで時間あるか。 7を一旦行かせーの、1の354の76
さん、イカせーの、イカせーの、そんなことするか、せーの、ここ探り合いの、探り合いの、もう来ると、ちょっと大きいのでこっちも行ってての結果まくりみたいな感じになって分からんな、ここシャッターでいいか、2、1、3、6、安いな、もうこれ裏表にするか、うん、これで2、1、3、6の裏表にしよう、お、わかんねえわ、さすがに欲張りすぎか、ここ上げようか、ここでいくか、あ、やっぱこれですよね、多分締め切り3分前、ちょっとここむずいわ、わからん、3連続的中で2000万儲けたらいいですね、無駄にやってしまった、山明けの日だったらクソオーマイガー、魚群を3回外してきち最近あかんな、全く勝てんの、魚群3回はきついな、もうだから僕最近もう 魚群結構外れるな、 50% だと外れるからもう 100% に上げてるもんな、カスタムできる台だったらディスリで、よそろさん1212-0-23着繰り返しパンツボックスエアと100円プラテンプラス150円、いいですね、日にち間違えて3連勝だ、クソまあまあ当たってるだけよしとしましょうもうでもここで撤退すればね、完全勝ち逃げもできますからねクレジオさん1312-2シャッター1万8000円になります。スイーター。持ち太郎たくさん買えるの嬉しいな。アイコン、アイバのダイヤモンドナイツにしました。ああ、いいですね。馬だったのね。反発しか優先事項など覚えてください。歩いてて突然地面が見えたと思ったら目ん玉が下に垂れてたことありねえよ。どういう状況なんだ。こう歩いてたらもうこう目ん玉こう垂れてて下見えてるって怖すぎるだろ。あったよね、昔なんかゾンビのなんかニュルって出てくるやつ、メンタムビヨーンっておもちゃが荒れるかな、どうかな、荒れるかもな、これな、3号とかも押さえといてもよかったかもな、3号こうさ、まあまあいいや、布井さんに、BJ さん1257、1726、この4点で仕留めてみせますと、スローレバーの叩くタイミングと当たりランスを外れに操作されてると思い、フェイントでレバー叩くけど仲良くしてくれますか、するだろめちゃめちゃランスを意識しながら叩くよ吉井さん3、1、2、4、5のワイドと BJ さんの予想とワイの予想と、全然1万8000じゃなかった、1万6000でしたと、山本さんお疲れです、こんばんは、今日は調子いいですね、ありがとうございます、なんかね、ここ 2,3 日立てずに、ここ引っ越してきてから調子いいですねよろしくお願いします、BJ さん2社単なら 1,2の1点と、BJ 飲んでますか、シャローさんこんばんは、2,1,5に万張りしました、
ロアッソ熊本頑張ってるな。天皇杯サッカー神戸に勝って準決勝すご。ロアッソ活躍してるんですね。すご。ここは殿下の報道、ミドさん4号全4号をお豆ちゃんがいねえと。重要は二日酔いの時飲んじゃうよ。でだよ。今日は珍しく調子がいいので、競輪収集を調べたら買いが、20万5500円で回収が20万570円のキャンペーン1万あたりを入れたらプラスでしたと。いいですね。すごいな。プラスほぼもうそう勝ちですよね。すごいな。引っ越してから無敗なんで、無敗かな。めちゃいいやん。無敗なんすかね。確かにな。地元3番高原選手の先行にかける、3連単3号折り返しの全購入と挨拶だ。ブルさん12123123572と。笑った笑ったよ。なんだよこれ、笑った確認何なんだよ。ちなみに今現在残り71口になってました。1000口募集ですと。まだ残ってるんですね。ゾンビ誰が今日ゾンビや。ゾンビボンビーっていうのもいるんだ。12561にここだけ追加しましたと。みどさん止まらない。164度さん12折り返しの456。女化検跡さん23が喧嘩して2人とも飛んだ時のメロンチャンス大穴狙い、いいですね。おしゃすパークを見始めて10ヶ月近くになるけど、おしゃすについて知ってることはおしゃすが鬼よりってことぐらい。なんでもさ、知ってるって言えんのかい。誰でも判断つくやろそれ。あでも10ヶ月もうありがとうございます本当に。もっとね知ってもらえるように頑張ります。何を。ちゃまちゃまさん5123412344。永遠なのか本当か。情熱のバラ平原本当おしゃすの車検の校長はいつまでたっても変わらない。そんなおしゃすの髪型は見てあこれわかんない。見てきたおしゃすの聞いたことないやちょれいに行くそうが今回まばりいつになる。そんな気持ちわかるでしょ。サビ前だった。だからなこのブルーハーツのこの曲はねなんかね高校生の時バンドでやったんだよな。懐かしいな。二日酔いなら軽油の方がいいのでは。なんやなんやこれ、どこでラリー始まってんだよ。面白い。迎え銃言って手もあるか。ないよ。なんやそれ。ピンショーさんがしばらく消えてる。さては待ちないしに行ったな。あピンショーさん確かに消えてるね。もち太郎でかいじゃなくて2枚ください。今もち太郎いくらなんだろうね。経由は効果薄いんですよ。向かい中油はニューワード。引っ越してから調子いいですね。負けたらすぐ引っ越してください。何年だよ。なんですぐ違うことやらそうとするんだよ。ああもうここダメだっつって。粘ろうや引っ越し。おしゃさんが哺乳類ってなぜわかるの。わかるだろ。向かい中油流行ってんな。向かい中油じゃ。何なんだよ。なんつう言葉も、今日多分日本の中で初めて生まれた言葉よ、これ。迎え重油。この世になかった言葉だからね。おるかい、美女さん。にやりじゃないんだよ。マイボールと同じ10円ですよ。あ、もち太郎って10円なんあれ。安い、もっとすんのかと思ってた。あ、10円なんすね。B 車さんいたーと。シャスさん、僕ディーゼル車じゃないんだよ。3年目の重油ぐらい多めに見て、何がや。捨て !3 年目の重油は。何なんだよ。おシャスさん、散髪行ったら、おシャスみたいにしてくださいって言う。どういうことや。なんで自分これにしてって言うんだよ。行かねえ、そして散髪に。自分でちぎってるわ。数十年ぶりに買ってみようかの。もち太郎。貧瘡さんは A から貧瘡子に等しい。なんでだよ。今思えば何回言えばやり始めたきっかけは競争の動画がきっかけ。マジマジ、いや、ありがとうございます。ですね、長い付き合いですね。
ありがとうございます。おしゃす、あら、だめ、おじゅゆ。おじゅゆ。石油を、石油をこんかな。これこれさんのとこにおる、たまにおる、あのね、石油を来てほしいな。特予選競争、対戦メンバーを紹介いたします。おしゃすは、灯油とガソリンと軽油と重油、どれが飲みや、どれも飲まねえ。どれも飲まない。和歌山の布井大地、今井坊と、そしたら同じ、あ、持ち太郎もヤオキンさんなんですね。そうなんですね。4番、知らんか。埼玉の井上雄三、ちょっとでもここ外れると結構買っちゃ、2社単の割に買っちゃってるから、松山正和、ちょっとやだな、当てたいな。7番、千葉の里見光平、以上のメンバーの対戦です。川崎行った時に景品で持ち太郎あったから、端数全部、全部持ち太郎に。特予選競争、3年目の順位は捨て、1625m、バック4周回、悪くなってそうだもんな。先頭誘導員は杉浦光一選手です。すんごいソルじゃん。山崎さんかな、ザキさんかな、山崎さんだ。ブルオフィンお願いします。いや、お金、企業努力素晴らしい。選手が構えてきます。玉川でおしゃす見たけど、大川工業の方なんでや、ありました。第5レース大川工業さんに属したことはない。まずスタートは1番山崎照信が出ております。そして2番の布井大地、その後から3番の田原博明です。上がってきた5番は千澤大輔、その後ろが4番の井上雄三、あと後ろからが7番の里見光平です。6番の松山正和が続いていきます。5レースはライン3つ、3分線、はい、前から人気の近畿勢です。2番の宇野井大地が前から行きます。40歩ありたい、和歌山の若手25歳宇野井大地、電気ブラディーゼル飲んでるみたい。まくり主体のレースとなっていくでしょうか。あ、近いんだ、探さます。後で探ます。こんばんは、今日も暑いし疲れたけど、おしゃすさんいや皆さんの会話でほっこりしてます。これこうちょっとしたワイノワシ、いつも配信あざます。そしていっぱい当たってるのおります。ありがとうございます。近いんだ、探さます。今回は落車欠場明けという3番田原、どういった競争していくか。後ろに気を取られて何買ったか忘れた。千澤大輔、ナイスパナイスパナイスパ。2人分勢には4番井上雄三が続いています。700円も本当にありがとうございます。そしてまず後ろからは7番の里見光平動いてきました。ナイスパークナイスパーク。今季または A 級2班に上がってきた里見、かつてこのバンクでは優勝経験もある里見光平が前に出ていくようです。あ、でもこれ後ろは6番の松山正和が続いて、特に別に前に変わった南関東勢、そして地元3番田原も来ております。内側では2番の布井、そこを抑えて上がっていく3番の田原博明です。今打賞前変わりました。3番の田原博明がレースを作っていくようです。バック本数が年払い一番多い3番の田原、欠場明けの復帰戦、後ろからは近畿勢も来ていますけれども、ここは5番の千澤のガードもあって、2番の布井がどうしますか。それでもまくってくるが、先頭粘る3番の田原博明、よし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 、よし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 、もうよしよしよし、いいとこついた。6来たけど、6来るけど、これ近畿勢を追ってきています。2番の布井大地、1番の山崎照信、その後よしよし、ナイス布井さん、最後追い込んで、近畿勢が1番布井と山崎か、内側では3番の田原博明、ボーレスの A 級特予選競争、イエス、こっち借りてさあざます。スポチャーざます、あざます。213かな、23じゃないよな、多分213よな。あてるすー、チョレイ聞きたいよ。成田さんこんばんは、よろしくお願いします。チョレイいきなりちょ、よかった、ここは取りたかった。なんだね、と予想通りじゃない、予想通りじゃない。マーチさんはしょっちゅうガソリンを飲んでるから、競輪選手より速そうだけど、エンジン使用は失格です。チョレイは逆だ、ミーチさん。6もな、6とか絡んでたら爆でかかったけどな。チョレイ当たったかな、おめでとうございます。おしゃれもんないっす。チョレイララさん、おめでとうございます。
お医者さんはヒゲと髪が審議対象になりやすくねえよ。よし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 。350プラス早いな早いな。なカクカクしてるよ。レース映像が。お、ニーチさんなら2000持っとる？ニーチさんじゃない？ニーチさんネイマルさんおめでとうございます。でかいね。やばい。やってたー。マー君さんやってた。いいですね。今日山分けやったらよかったね。4連勝おめでとうございます。ナイスあざます。まあまあでもそんな。あ、でも3連単これ1000円超えるのね。1000円くらい。で、西田さんは安いな。3.7。ちょっと待って。ガミってないかこれ。3倍台だったっけ。あ、そう。最近全然チョレイって言うてない。この間でも BJ さん当たってなかったっすか、ちょっと前。そうかな、なんか全然なんか調子戻ってる気するけどな、BJ さん。兄さんならなかなかの配当だったの。マジか。マジか。3レタ21さん1450円、2チャタンは 3.7 倍。ちょっとさ、これ下がったような気がするけど。当たった方おめでとうございます。いやー、ガミくせえな。さすがに3倍台はガミじゃないな。おい、いくら持ってた？ 1000 円持ってた。ちなみに、2、うわ、待って、23だったら25倍あったん？ 300 円持ってたよ。うわぁ、そこが良かったなぁ。23良かったなぁ。マジ？えらい違いやん。うわぁ、まあまあ、でもまあ、みんなで当たったから良しとするか。なんとかプラスキープ。12200と9750プラス3700、13450、ちょいプラ。布さんというから当てに行きました。いいですね。やっぱな、布井さんな、この間も、この間撮影で見に行って布井さん応援したんですけど、ちょうど。だから、あの時もな、なんかすごい手振ってくれたりしたから、ちょっと応援してたんですよ。さ、何は飛ばれてきちゃうめとあざます。しかもこれ、根室さん、これ2000持ってたらやばいね。1メートルくらいのリゼントだったらゴール前。ここで車輪よりも前行く。ズブズブさん12323457。10枚よ聞かない。10枚ね、1000円持ってたね。案外使ってた。123ボックス、パンツボックス、12000をエアでやるよ、そろそろ。なんか今日シャスさん、目腫れてません。そうかな。ヒロちゃんさんが言うなら多分ボケじゃなく本当だろうな。腫れてるかもしれないです。でも今日割と、あ、でも夕方寝たから、夕方寝た分かな。昼起きて夕方もう一回寝ちゃったんだよな、ご飯食べて。ご飯食べて、これ貼ってご飯食べて寝ちゃったんか。まくりだ。昨日、今日がね、休みでね、なんもなかったんでね。事故。なんかやってきそうだな。あ、でも森川さん強いや。後ろから、いやー、どうなんかな。グーディさん、
宮地さんはちぎれないか。いや、ワントスリック正規もするけど。ちょ、1、2、全買って、1、2、全と2社単で1からの、5、4買っとこうかな。ちょっとこの一番安いやつは捨てよう。この、何体 ?2 倍ぐらいのやつ。1、2、全捨てようというか、100円だけ。にして、他が来たらいいなぁの買い方しとこう。ここ200円にして、そうね、ここは200円にしようか。1400円、こんだけだな、1500円。ここはちょっとあんまもう無茶しない。締め切り4分前、安いので決まりそうな気もするしな。あ、でも後ろからビューン行く形になりすなったらもう123な、逆に123だけでもよかったか。分からんけど、お、何十万かって少し痛い。将来追加さ、マンシャーでてめえと。吉井さん、久々プラス。おめでとうございます。123か、なんかね、硬そうな気もするけど、どうかな。どうなんだろうな。おばさんのガコって驚き、リアクションは3回目でストレスいく。もうさすがに構えとけよってなるよね。ルフィがハンドル投げたら無敵だって。いや、もう本当にハンドル外れてるやん、もう多分。この前札幌記念、の時、中京競馬場でモニター越しにふざけて引き耳パトクしたら、おっさんに変な目で見られ、睨まれました、もう二度と。いや、もうそんなんでやめてちゃ、やっぱな、ジュンさんの後は告げないですよ、もう本当に。そんなの関係なしに聞いていかないと。もうジュンさんはあれ一人でやるからな。クレジオフさん124スタネタと142シャタンと14の2社含む。さっきのレース2番が5番を内側に吹っ飛ばしたけど、あれはいいの？あ、どうなあれ、どうなの？アンクラの時何もなんないのかな。わかる。どうなんだろう。なんか よく見る光景な気もするけど、どうなんだろう。なんか僕もその何が失格になるかよく分かってないんだよな。いつの間にか今日もおしゃっさん買ってる。なんかそこの家やばくないですか。そんなに引っ越して勝つ家はおしゃっさんには似合わないですよ。負ける家に引っ越した方がいいって。なんでだよ、ふざけろってマジで。なんや負ける家に引っ越すって、もう最悪やん。いやいや、まあでもね、どうせ続かないんだから、そんな勝ちずわけね。ずっと今だけ勝たせてくれ。しかも大して勝ってない。これここのレース外したらもう負けよ一気に。お茶さんは来てないかな。吉井さん21345のワイドとワイの予想と、マクンさん123132の2点と、お茶さんいないよーと、123えぐいな、123ね、5連勝狙いますといいですね。しかも2点でね。567番ってなかなか来ないです。そう、まあこのね、ミッドナイトは競争得点順に並んでるから、おのずとっていう感じなのかもしれないですけどね。まあでも割となんか展開的には全然5とか絡んでるのは見る気もするし、どうなんすかね。そこまで差はないだろうしな、よっぽどじゃないと。丸のっかりポイント残り1ポイント、ここは当てんと。じゃあ。しかもそのレースで取り紙かましました。意味で純座物の聞き耳パドックを爆笑しました。BJ さん全然自信ないから叩き合いに来たいと、2社単で712417。ポテナゲさんこんばんは、お疲れ様です。残金は私の見間違いでしょうか。見間違いじゃありません、ポテナゲさん。奇跡が起きております。もう今回はもうゴールしてやるぞと意気込んでおります。バカラジュンさんね、バカラって聞こえたっていうやつね。連日おまんしゃのおしゃさんですね、こんばんは。おまんしゃはそんな取ったなけど。
ガクさんこんばんは、よろしくお願いします。さあ締め切り間もなくですね。いやここ 1,2,3 で決まったらちょっときついな。かといって 1,3 になられても困るし、 1,3 はでもまあない、あるか。3着目がちょっと変わってほしいな、3以外で。7とかがねずっとぴったりマークで、いやでもきついか、最後マークになって足溜めててくれての3着目潜り込みもきつい。どうなんだろうね。3と4、5、6の7で5、1回行かせーの、ズドーンってきそうな気がするからな。ズドーンでここどうかね。うーでそれかも全部ズドーンが届いけず、一人だけ届いての4号のどっちかの2シャターン来ればいいかな、どうかな。開けるのは怖くない、ちょっと目元が和歌山、髪型はオアフトだけど、重油 in the wind 待って in the wind blowing in the wind だから、重油 in the wind、 これ待って、こっからしかわからない。重油 in the wind、 コップに入れるお腹を抱えるけど、We're dancing blue dragon、 しびれるよね、なぜしずっと忘れないで。あんま知らねえ。いいな、ビーズ聞こう。うろ覚えないな。結局123はやめてくださいね。そうなのよね。ジュンさんも元芸人さんなんです。そうですね、ジュンさんも元同期で芸人ですね。まあいくつかコンビ組んでた。だから芸人同期の芸人だけで住んでる一軒家があったんですよ。そこがまあみんなゾンビ層って呼んでて、そこの住人だったんですよ、ジュンさん。で僕はそこのゾンビ層によくもう入り浸ってて、もうジュンさんとかと他のギャング系とか分からんかもしれんけどとかで仲良くなってっていう感じですかね。ちなみに来週に熊本出張あるんですが、何を食べた方がいいですか。いやでももう街中で本当に綺麗な国定ラーメンあるから、国定ラーメンとか行くのいいと思うんだけどな。ただでも兄貴が口に合わなかったっつってたからな、やっぱ合わない人には合わないのかもって思うと、他なんだろうってなってくるよな。お弁当の平井っていうなんかお店がある、その弁当屋さんみたいな、そこの惣菜のサラダちくわっていうのはちょっと食べてみてほしいかな。ちくわにポテサラが詰まってて、それが天ぷらにされたやつは美味しいんで、ぜひ。多分ね、熊本城の方とか行くと、なんか観光スポットにそのサラダちくわ置いてあるんですよ。ただ、高いんで、もうお弁当の平井で買った方がいい。お弁当の平井めっちゃ安い。百何十円じゃない多分。その、観光地に行くと400いくらか取られるんで、多分。それだけでもぜひ。125とか LINE サンバってきついよね。きついですよね。ラメさん121245と141425、今日はこのレースだけが勝負レースだった。これいやこれ来てほしいな。これどっちでもいいもんな僕は。あでもどっちでもよく、その頭が2とか4になったら困るけど、いいよな。馬刺しからしれんこんね。14 in the wind。 稲葉さんに見えた、急な稲葉スイッチ怖い。短期7伊藤選手3着ならワイド7123125と、ワイドさん、うん、ゾンビそう。二段ベッドが懐かしい。よ懐かしいですね。あでもあれそれ多分純さんちですよね。ゾンビそうは二段ベッドあったけど別の部屋だもんな、あれ。それは純さんちですよね。あそこの今の純さんちの家の近くに一軒家があったんですよ。今金ダメだこりゃ。熊本、あいきなり団子もいいっすね。
きなり団子。ゾンビ層そこで聖水嫌い、なんや聖水のことなん。ただヒゲ食いでおなじみタクロ、タクロの話聞いてウォシュレット使いたくなくなったっていうのはある。あそこの家のなんかタクロなんかしながらウォシュレットしてたらしい。何それと思ってマジでもうそれ聞いて気持ち悪くなって、もう自分使わんって思って川康介それやばいよね、その使い方ね。ケイカラーメンって本当に熊本、いや本当にね、ケイカラーメンは僕見たことないっていうか、あるのかもしれんけど、こっちに来て知りましたもん、ケイカラーメン。多分あるとは思う。分からんけど。7番神奈川の伊藤、現地の人しか知らない情報ですね。ありがとうございます。今日さん目どこに置いてきたの、目がない、なんや嫌いって九州だけしかないんじゃないのかな、どうなの。バンク4周こっちでは見ないな。戦闘誘導員は中村ビーザコーリングいいですね。神曲だよねと。足立由美主演のガラスの仮面の、そうだっけイントロから良すぎる。この声が聞こえるかリリ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 ラグビーの堀江さんに似てますか、誰がや。今日うんこしない、いきなりうんこにしない。まず1番の森川が九州から東京へ初めて出店したのがケイカラーメンです。後ろは2番の宮地のりお、その後3番中西司が続いていきます。そして4番手では7番の伊藤翼、あと後ろからがマジでこっちに来て知ったケイカラーメン。僕は山田には4番の石川貴則、そして6番の深井隆が最後方です。各選手まずは1周回目の第4コーナーを回っていきます。6レースはライン2つの2分線、前から1番の森川は、後ろから5番の山田、短期7番の伊藤翼が4番手で今現在は様子を見ております。前段の1番森川康介、人気の中心です。今年優勝2回、連帯率5割以上という森川康介、この予選では力上位、直前の大垣では2連勝で決勝に進んでおります。番手2番の宮地のりおもしぶといレーサー、中部の2人には3番の中西司が続いております。いや当たりますよ坂本さん、当てましょう。そしてから5番の山田優太動いてきました。一旦生かす、一旦生かす、よし。でも7はついていかない。後ろは4番の石川貴則、福島コンビ、そこにはベテランの6番深井隆が続いていきます。パイナップルボンバーって何？一旦下げて4番手からが1番の森川康介。パイナップルボンバーって何？初めて聞いた。7番の伊藤翼は動く足持っていますが最後方、様子を見ての追走続いています。2分線前に行っています。5番の山田優太、山田が先行してこれをまくりに回って1番車、森川康介です。残りはあと1周、さあ主導権は福島コンビ。5番山田が逃げて4番の石川番手ですが、一気にまくって1番の森川康介、最初バック3番手、誰か誰か3、これ7、7ワンチャンあるぞ、これ7、7、3着、7、7、どうだい、7、ないか。中西司踏んで、あやばいこれ2が、あやばいやばいやばい、あちょっと、あワンツースリー、ワンツースリーお呼びじゃないのよ。はあ残念無念、当たった方おめでとうございます。まあここは絞って勝ってる人だないや7惜しいな。ワン、ツー、スリーですね。誘導員、1、2、3、4連単固い。ルールで分からないのは、内見せね、内で踏み切り、落車、退場した選手がずっと走るのは、なんで失格にならんのやと、某林さんの番組で質問したら分からなかったですが、故障と怪我で正常な走行不能の場合は、免責されるとルールにあります。な難しいよな、なんか何が失格になるとかな。パイナップルボンバーパチンコパチンコな団子を作ったらおしゃれさ、どういうことや。
大人のお店、大人のお店パイナップルボンバー知らな、え、何それ、知らな僕らの時はなんかあれだな、エンジェルキスをすごい友達同士で盛り上がってたな一日さん当たった方おめでとうございます。チョレイノキ当たらない、よかったね、当たらない、いやここね、でもまあまあそうね、当たらないよりマシだけど、大神なんよな一日さんは。これ3倍とかのやつでしょ、3倍もなくなってるやん、もう100円しか持ってないしな、ここは欲張りすぎ、安いけどチョレイノおめでとうございます。そして350円神365本のマジイノキチャケンチャーリー新着レアさんおめでとうございます。マー君まさかのゴレジョ、マー君さんおめでとうございます。素晴らしいね、パーフェクト見えてきたんじゃないですか、いいね。チャマチャマさんプラス素晴らしい、おめでとうございます。ここ150円でプラスにできたらでかいだろうよこれ。フルーツパッション3連単123 2.3 倍、2社単が 1.3 倍ですね、当たった方おめでとうございます。きちーきちー地獄、まあでもここ投資も抑えてましたね。よし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 、三角で1500 3700 3000、トントンぐらいかこれ200230で6、え、ま、が負けてるやん、マイナス10やん、マイ10じゃんこれ。680きちい、20円負けてる、キチ。こんな外れたの1回だけなのに負けてんのかい、クソキチいな。350円、牛丼4分の3くらい食えると世界浴場やってない、ズブズブさん2社単で4137と。打つ場所楽しかったな、いきなり三つ揃いあたりとかリアルでケツいた函館以外で使うときありますか、青函トンネルは関って読むしなんやって思うまあ確かに使うことないよねこの感じ、函館以外でね神ですね、大神や、どうしよう、さあちょっと立った、ここは結構あれですね、細切れというか、短期3番斉藤さん短期、うわ短期でめっちゃ成績持ってるじゃん、えマジってほど、まあ数はなかったけど短期で自力自在に、でも伊田さんが行くのか、伊田さんだけども自在って言ってる、キチ、うーん、これどう買う、ここ7の伊坂さんは今日なんかな、これ今時間あるかな、締め切り6分前か、12の3の45の76、これはまず7が誘導切りに行ってそのまま前へ行くか、そしてここズーンって来てで、どっちかわからんな、さんはわからんけど、こういったとこにこれも乗ってってここに行きたいか、うん、そしたら最後ズーンでまくって、でここもな、そんな抵抗しないわけにもいかん、あー
ワン、ツー、ワン、ツーだな、また。ワン、ツーでいい気もするけどな。1、2、3、0にしとこうかな。で、ワンちゃんの。そうね、二射単で415安っ、あ、これ二射服だ、415かな、これだけ買っとこうか、他はもういいや。1の230と4の135にしとくか。3も入れとくか。4の135にしとこうか。OK。これで。いく。200円くらいいくか。ここは、うわぁ、きついね。2000円くらいもうちょっと。こんなもんか、2900、よし、これで負けたら一気に負け、負け、あとそろそろやな、締め切り4分前、サンデーレーシングさんこんばんは、天皇杯準々決勝でロアッソが PK で神戸に勝って次は準決勝と、相手カシワス、すごいですね、なんか活躍してるらしいですね、いいですね、未来から来ました、次のレース満車来ます、本当次満車そんな抑えて持ってない気がするんだけど、だこれなんて読むのこれ、だだ伊達なん、静岡にある、やっぱ地名でしか使わないのかな、普通普段使うことないよね、水曜日英語で書けない、ウェンズデーウェドネスデー、別の未来から来ました、次のレース一番人気と最低人気は来ません、むずいこと言うなもっとヒントなかったんかい熱海、これなんていうのマジで、伊達なんでいいのこれ、島沼津の順ですね、パイナップルボンバーってキャブわかんないんだよな、世界よガガタガタテメンなんやガタテメン、おジャパメンみたいになってるけど今日わしが軸にした選手6人中3人なくし、きちい、折れる心折れる、それ坂本さんそれきついなつらいっすね、いやもう、もう今日はやらんわってなりそうよな、もうそんなだと、もうきちいね、オートはゴール入選前の落車は失格ですが、競輪は落車しながらなだれ込んでも入着通りですか、なんか何のレースかな、今日動画で見たんかな、なんかこうゴール前で落車してね、なんかギューンって入り込んでる人の見たけど、あれ今日のレースじゃなかったんかな、前の動画か、 ないんや、敏翔さん久しぶりなんか言ったと思ったらこれなんていうのこれ、全わからんけど、あると、げんちゃんパパさんありがとうございます、な読み方ちょっと読み方ついでに書いてほしいな、全部わからん予想しても当たらないからダブル E、 ダブル E からロイヤルタカシさんダブル E だしダブルタだ、ちょトリプルターだよ、ここトリプルターだよ千立てかな、千立てってことかな、予想さん1212全の23着折り返しとパンツボックスをエアーでと、今日の的中率 83% に聞くことをおっしゃって、おさんお疲れ様です、今日も的中率すごいですね、あとは3着穴目来てドカン期待してます、あともう少しで撮影終わる、サンクチャリ、サンクチャリずっと言うやん、もう始めと終わりにバイエンさんこんばんは、ただちょっとな、これはもうこんだけ当たってるのが逆に恥ずかしくなってくるよな、こう負けてんのかいっていうなきついよな、もう大してプラってないんだよな、プラスにしたいな、おしゃす怒らないで聞いてほしい、130マルチ、何を怒るとこがあるんだよこれの略馬さん130マルチ、吉井さん41235ワイドとワイの解明と、
ちなみに函館も昔は函館だったっす。そうなの？変更した経緯は知りません。すごいね。函館の箱これだったの。松くんさん4号線124241445。ポイントバック入れたらトントンやねいいですね。まあ、ポイントで、ね、帰ってくるならねいいっすよね。だから今日ね、今日の分がね来月に回されるからな、ポイントはな。メジロヤンさんこんばんは。本日は4勝して調子が良さげですね。ちょっとね、回収にもうちょいね、調子の良さが出てたらよかったんですけど。マックンさん6連狙いますといいですね。1、2、1、2、3、4、5と。ショロさん万張り続けますと1、4、5、1点と。ウォシュレット怖くて使えない。シンプルに、ウォシュレット怖い怖いって。まあでもたまにね、中にギューン入ってくるやつあるからな。あれは怖いよね。チャット読みにくいかもしれませんが、ちょっとカメラ目線でしばらく話してくれるの。いや無理なんよ、もうこれ見たら読めないよ全く。無理なのよ。カンナミ、カンナミって言うんだあれ。伊達なんじゃないんだ。カンってもカンね、青函トンネルのカンね。ブルさん124ボックスと12345と。いやでもこれ絶対また読めんくなるな、カンナミ。この流れじゃ覚えられんよな。回転寿司チェーン、これ伊達太郎。現在から来ました、現在から来ましたって何なんだ。今シャスニーは俺のコメントを読む、なんや。そう、チョコプラさんのネタみたいです。マインドキャッチみたいななんかやってたよね。なんこれもわからん、わからん。ワイサトさん、すんなり先行できれば4井田選手も侮れないと。3連単で4号前の折り返しも購入と。BJ さん、こここそ叩き合いきたい、7256235627で5234。気になってググったら、函館は江戸時代は函館、このボックス箱ね、ボックスの箱ね、だったようです。ということは変わってなかったら、箱という字は消えてた。なくなってたってことですね、ここで使われなかったら。勉強になる配信ですね。ありがたいですね。こういういいよな、豆知識みたいなな。ラグビー、なんでラグビー検索したんだよ。マチュー・バスタロー選手出てきて、おしゃさんを黒人にしたバージョンそのものでしたじゃないんだよ。マチューさんにタックルしねえ。ああ、投函、そうか、投函で使うか。そうか、そうか。はあ、はあ、はあ。確かにね。案外使う場所あるんか。まるまるさんこんばんは。3の一発、3全然行きやすといいですね。うわ、ここ荒れるパターンかこれ。結構皆さんね、狙ってるよね、ちょこちょこ。今は車検イップスになってます、当たるとき返す。ピンションさんが今日おとなしいよな、なんかな。函館の夜景ほんと綺麗だよな、元カノと北海道旅行行ったのを思い出すな、現金してるかな、おしゃこ私。いや綺麗だったっすね、マジで。あの撮影の時見に行ったけど、ちょうどね霧がかかってたんだけど晴れて見れたんかな。めっちゃ良かった。まあでも夜景ってさ、見た後何すりゃいいってならんでも。うん、綺麗だねーってなった後、うん、うんっていう、そのね、恋人とかと言ってるならいいかもしれんけど、別にな、その仕事とかで会う人と言っても、はいーってなって終わりよね。なんか競馬の調教師に、函館さんって言ったんだ、へぇ。キリンさんこんばんは、北梅社さん、やおいかんこと残った場合、サッカー天皇杯でロアッソ熊本がヴィッセル神戸に勝ったと場合、熊本では明日休みにしてくれって話になってる場合、んなことやおいかん場合、嫁はこの凄さがわからないし寝たたい、明日の熊本一面確定と、熊日一面、熊日懐かしい、熊本日日新聞ね。あ、お初です、今日の結果をしれっとこちら熊本編集局に投稿しようと考えているおしゃつです。いや、もうおめでとうございます。今日はなんかね、ロアッソの話題が結構ね、出てて。いや、よかったっすね。準決勝楽しみですね。おめでとうございます。ゼニバコと読むんですね、これ。ゼニバコ。北海道。お疲れ様です。カンナミは不良親父いっぱい怖。行くよ、また。ゆうゆうさん、こんばんは。新幹線札幌まで伸ばす計画あったなって、そうな。新幹線ってどこまで行けんだろうね。
サインをじって日本全国で鬼ごっこする動画を昨日初めて見てクソおもろ、あ、サインおじさんね、ま、見たことはないんだよななんかあれよね、その僕が好きな第二グループさんっていう YouTube がいて、で、まあなんかそこのなんかオマージュしたような動画っていう、なんか第二グループの人は言ってたけど、まあ仲はいいみたいでねコラボそのうちあればいいんだけどね。こんな多分そのサイオンジさんの方が結構積極的に動画上げてるから多分ね。宮城の三沢康人、なんか電車が好きなよね多分サイオンジさんってね。電車から見たなんか動画多いんですよね。三重の伊田昭之、五番愛知の山田、顔斜めにしたらどうですか、正面向いてますよ。何や何や。矢部健二、あと青函トンネル、あれろあれろ、今の俺の胃の中で何荒れてんの。ガクさん123124、刺身は買わないと。来年の3月16日北陸新幹線金沢、あ、なんて読むんだこれ、厚賀じゃないんだよね多分開業します。物流で業者間を行ったり来たりする箱、通箱とも言うか、酔い箱または通関、うん、おシャツが上向くと顎がどこにあるのか気になる今日この頃お休み。寝るな、どのタイミングで寝てんだよ。発送いたします。余計なんて女と二人きり以外で見に行くもんじゃない各選手その男とも言ったな安岡さん3連単で1234536ボックス1スタートです。お、結構広めボックスですね。地元北海道一番の森田浩二が前に出ております。ゴルフでたまに行くんですか。あ、別荘じゃ、そういうとこなんだ。後ろは2番の三沢康人、だから不良、だから金持ちのおじさんたちがいるのね。山田哲也がおります。はいはい、3番斉藤和信、ニンテンドから競輪ゲーム出ないから、伊田昭之、いやなんか出てほしいよね、なんか後ろからは7番の伊坂博俊、6番の矢部健二、ケーあります。この競争はラインが3つの第2グループ面白いですよね。今ねカジノの新しいやつ始まってね、新シリーズ、まず前から1番の森田浩二です。見てます見てます、もちろんもう第2グループの動画だけ全部見てる。前回の地元開催は6月のナイター、厚賀か、厚賀で会ってた。地元優勝を決めている森田、厚賀じゃねえ鶴賀やん今年どっちや3度目の地元開催、今回ももちろん注目です。前走久留米で優勝して、やけに綺麗だね、藤岡秀樹さん言うの本当に。だからこの間も言ってたけど、ベストのマークです。そして3番手からは4番の伊田昭之三重の先行タイプ、調子が分かればいいですけどね、最初の足見せでね。4番の伊田、後ろには5番の山田哲也が続いています。あと短期では3番の斉藤和信、いい位置を回ってくるかどうか。後ろからは7番の伊坂博俊、まず動きました、ね、残りはあと2周です。7一旦近畿勢が出ていきました。4まっすぐ行く7番の伊坂と6番の矢部健二、そして4番の伊田昭之来ました。打掌前4番伊田が前に変わっていきます。今打掌、この時点で1番の森田浩二は6番手、先手を取っていくのは一番後ろから突っ込んでこれるか。今踏み込んでいきます。残りはあと1周です。ここ最終、いや離れちゃってるよ。森田がまくり上げてきました。森田が一気に3番、3、3、3、3、3、1の後ろに行かんか、3、1の後ろに最終バック、そんな余裕ないか。伊田昭之を短期で、いやちょっと待って、もう3しかない、3しかない、3しかない、3突っ込んでくれ、3、3、3、よし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 、な、いやー待って待って、3、3、3、3、3、3、3、3、よし、ナイス斉藤さん、ナイス、7レースの永久イエス、ナイス、これいいだろう、いやいや、ここ、こっ、くぅ、めん、カモンめん、イエス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 、いいですね。ふぅ。福井なら敦賀だと、あつだ、じゃあ場所によって違うのか、厚賀っていうのと敦賀っていうのが両方あるのか、どうなんだ。NK からは新幹線、ガールズのパドックしか行かん、交渉に殴られるす敦賀、敦賀なのね、高校野球強いところ、そうなんですね。1、3、5、
え、マジ？しん、え、審議？嘘？嘘？いや、決定してる。倒されます。さあ、ますかな。こうつくんじゃない？これだってね。単、別、全部別で短期の人も絡んでるし。大東大特訓特訓。でっけん、でっけんで、おめでとうございます、怒ってんね。うん、お、7000円 ?7000 ぐらい。イエス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 ちょれいや、でかー、これでかー、あざっす。マルチに処刑しとけばよかったヨーロッパ圏ヨーロッパ圏っていう食べ物屋さんかな。着きましたね。ナイスすぎるーと。英語やめて函館孫作という人は第1回のダービージョッキ結構つけた。1353連単7830円、二社単も1890円ですね。当たった方おめでとうございます。よしよしよし、200円ないかな。200円だなちょっとなんか、よしよし、これプラテン、完全プラテン、よしよし、粘ったかやったぞ。よし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 、よかろうよかろう。2900で16600で13680足す7830は21510と。よし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 、うっす、よかった。安いとこばっかだったからな。斉藤さんナイスだったな、あそこ、ありがとう。よし、ありがとうございます、あざますあざます。ふう、一三五いい配当です、あざます。いいね、こうおつ言って言わないよ、ありがたいですね。結構つけたありがとう。イエスイエスイエスメン、アツコ初めての彼女満車やないが高いと。イエスイエスイエスじゃなくて、アレンジ加えてセイイエスってアスカみたいにしっとり声なんや吉田まさ、まさなおさん、なんとか、もう全部読めおめでとうございます、あざます、あざます。当たりやがった血、おめでとう。なんや、ギャンブラービギナーズラックあり、知れば知るほどイップスになりますパチパチ、あさんで練習の様、ありがとうございます。アンパンみたいな手だな、さすがの。購入してなかったか、あった、マジ。あ、マー君さん連勝途切れ、くー、くー、おかしい、今日も勝っちゃいすいや、おかしいってなんや抜け出したい。お、僕の買ってたの当たっても、安岡さんのは当たって13、はい、当たってますよね、当たってますよね、当たってますよ。安岡さんも135だから135は当たってます、おめでとうございます。今回の企画初めてのビッグウェーブ来ましたね。長かったよ、8週目だよこれ、もうマジで何回やって何ヶ月かかったよこれ、マジで長かったよ。価値格だろこれ。明日は夜に豊橋で喧嘩騒ぎ起きる。アンパンチ、僕の耳食べていいよ、怖いんだよ。おしゃさんありがとう、ようやく久しぶりに呼び返って、おめでとうございます。よしさんよかった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 。風俗行かないんだよわしゃさあ、この、あ、待って、金田さんやね、これ。こないだどこだっけやったとき、これ豊橋、これミッドナイトか、ミッドナイト、これだよな多分。え、やってないよこれ、やったよな、あれ、これじゃない。くらいさんのこっち強そうだけど、その音さ、なんかめっちゃ強かった印象があるんだけどな、この金田さん。力さんって呼ぶんだ。
いい、マクリどっちかな。いやこれ一応3も入れとくか。3着目だけこの自力の選手入れとくか。安いな213123が安すぎるな。いやー安いな。こんな広げてられんか。どうしよう。どうしようこれ。これも逆に、まあプラぼちぼちプラあるし、ガミ覚悟でここは均等買いで、ガミじゃないのが来るのを祈ろう。12123の12356か。ガミったらしゃあないな。こんな安いの買ってらんないもんな。その代わり他が来たらちょっと嬉しい感じで買っとこうか。うわーこれでもな、 6.5 倍4点、いやーいや買ってられんな、買ってられんな。6倍のやつだけ100円足しとくか。1500円までだなこれは。ちょっと使えないわここに。さあ締め切り4分前。もう突っ張ってそのまま13とかになりゃいいかな。13も安いかな。13じゃ、13じゃ、23か。23も安いんだよね。236って、だから23もうちょい買ってもよかったかもな。まあまあいいか。締め切り3分前。ナイスよ、Cさんと。いや、もう、ヨッシーさんも、ヨッシーさんの金額も聞かなくていい方がいい。もう、あの、額が一人違うんで、この人は。10連達成したら勝ち金全突破しましょう。うまくいく。いや、全突破やめて。少し持って帰らせて。本当に。めっちゃ浮いてたら、その10連目の時、また5000、全レース5000勝負とかやるかもしれないですけど、さすがに余った分は持って帰らせてもらうわ。次のね、違う企画もやらないかんしな。7000勝てる、安岡さんおめでとうございます。でかいですよ。7000バカでかい。ヨーソロさん1212全の23着を理解してエアーと。五反田のシェイクそれ何の店鮭そうですよあなた、ここボックスがいいねと。いいのね。123ボックスでいい気もするけどな。うん、とマジっす競輪の額じゃん。もうこれヨッシーさんはね、もう多分もう言わない方がいいけど、割と酒飲む人だったら知ってる酒の会社の人ですね。らしいです。プラテンしたのにやめられないってしんどいな。確かにな。職者にさんこんばんは。残業終わりに発作が出たのでフィーバーからクリサーガスを打ってきました。20時から打ったのに初当たり3回取れてすご。しかし通常2連通常きつ。何これ、俺先生で何か悪いことしたからさ、悪いぞ。すごい、うわ初当たり3回取れてるの、それきちいな。なんか厳しいっすね。ほんと70%あるんすよね、あれ突入率かな。僕も全然入んないんだよな、当たっても。ビンショウさん123236と。2レース以来の、おお、なんか我慢してたんですね、ビンショウさん。死ぬまで1回ダメだよ。何言ってんだよ。ちゃまちゃまさん23折り返し、あ、23の2社服と。まあまあ高いと。時間でないと。次は1万円かな。1万円かけないよ。猪木安すぎて買えんパンツと、リラクマさん。バブは行きたくない、行きたいか。
おしゃすさんが自販機で馬刺し買った場所の近くで5月2日に夏祭りあるんだけど、ゲストで来ないの？一応からしれんこんは呼ばれてる。あれか、からしれんこん、お笑いのか。僕呼んでもわからんやろ、みんな。からしれんこんなら知ってるかもしれんけど。いや、なんかな、地元のそういうの呼ばれる日が来ればいいけどな、なんか。まあ、ちっちゃい目標ですかね、なんか。叶わないかもしれない方の。なんか地元のね、催しに呼ばれたいね。3の頭までありそうなんだよなと。1がつっぱり最高。そうね、確かにね。3頭まで来たら結構つき始めるのかな。3の頭まで見るならもう1、2、3ボックス買った方がいい気がするよね。この辺に3着広げるとかせずにね。宇野さんこんばんは。これは余裕ですね。どうせなら3万円は割らずにフィニッシュしてください。そうですね、割らないようにしたいですね。さあ締め切られたか。もうでもこれでこの後で次のレースで終わりか。次の次ね。よっしゃ大使。松くんさん、猪木外しで12561454516767、2尺で45と67と。いいですね。よいしょ。ちょっと飲み物取ってきていいですか。時間あるかな。何分からだ。5分あるな。ちょっと飲み物取ってきます。塗り棒とコラボしたら売れっ子になるのやめ。いや、なるか、今してんだよ、とっくに。うんこ漏れてないや、うんこタイムじゃないよ。ビンショさんの予想とワイの予想と、よしさん初回からプラス3万だと思ったけどプラス0なのか。最終日に3万を割ってたらマイナス。そうですね。そうです。ワイサツさん、立て足である3企業選手の頭鍛えたいと。3連単で312321。うわー、それの方が良かったかもな。あるある探検隊。あるある探検隊。なんか今言ったような気がするんだよな、なんか。140キロの競争の伝説は軽自動車を跳ね飛ばした時、なんや事故やん、ただの。コンソメパンティってなんや。おしゃすさんは意外と綺麗好きそうですね。なんだろうな、なんかそれはやっぱなんかね微妙なんですよね。割と散らかり放題にもしてるし、片付けるときめっちゃ片付けてしばらくそのまんまにしときたかったりもするし、なあ、わかんないな、なんか綺麗ず、そこまで綺麗好きではないかもしれない。だからもうゴロゴロしてるときはやばいね。もう動かないから、もう食べてゴミ箱届かなかったらゴミ投げてみて入んなくて、そのまま寝て拾わず、基本届くとこにもう何でもティッシュでもなんかね、携帯とか全部置いて、鼻かんでプッてやったり。
だからゴロゴロしてる時は結構散らかってる。90キロクラッシャーって何や。が7度目、競輪アプリはウィンチケット杯のミッドナイト F2 戦です。8レース A 級のコーヒー飲む、見たことない。コーヒー結構飲みますよ。でブラックは飲まないかな、ほぼ。ブラックは全あんま得意じゃない。なんか 甘いやつは飲む、コーヒーは。出かけてる時が多いかな、コーヒー飲むのは。3番も静岡の飯尾力。4番、あと夜中ちょろっと飲むかな。5番新潟のおしゃさんはあと何回その椅子に座って立ってを繰り返したら壊れそうですか。配信中に壊して笑う、ふざけろ。これマジで僕外落ちるからね、後ろガラスだから。転げ落ちたら突き破って転落するからね。第8レース A 級の特予選競争、飲み物ファンタですね。カマンベルチーズじゃないね、これはラスク、セブンイレブンです。8レースも距離1625メートル、バンク4周。カマンベルチーズでなんで病気なんだよ。明日からトコタンキング、トコタンキング、綺麗な。でもなんや、軽い軽い。おしゃさんは重油速度、人類滅びろ。豚は綺麗好きって言うしね。選手が部屋1畳で OK。 何がや。そうね、ゴロゴロしてるときね。何でも届く、ね。まずスタートは1番の金田龍馬が素早く出ております。その後7番の八方ゆうゆう331212とほぼ OK。そして3番は飯尾力からです。人格が。中段からまた変えてない。あた。後ろ4番の篠崎隆が続いています。あ、大沢さん近くなんですね、熊本競輪場も。そして6番は山田ずりな、呼ばれてな。3コーナーから4コーナーへと進んでいきます。マックスコーヒー好きですね。まあそんな買わないけど、マックスコーヒーまで甘いのは飲まんけど、普通の微糖みたいなやつばっかりだけど、買うとしても前でまとまっていく南関東勢が人気を集めております。1番の金田龍馬、壊れない椅子を壊しました。今季 A 級の一般に上がってきました。こいつは耐えてくれるはず。150キロ耐えれるやつだから。優勝争い今回もかなり吟味したから、この椅子買うとき。その金田の後ろは2番の桜井城番手回り、今回追加参戦。3番手で3番の飯尾力です。南関東勢が茶番順に1番2番3番、その後中段からは6番の山田純也です。かつて4年前このバンクでは6番車で大穴を開けての優勝もしている山田純也、このシリーズ一発あるかどうか。同じ岐阜では7番の服部正嗣のマーク。残りはあと2周回、もう前からは1番の金田龍馬が突っ張ってしっかりとレースを作っていこうという感じです。さあその別戦は岐阜勢中段、すごいもんね、この S と後ろ5番は松本和成が6番手、その後ろ4番の篠崎隆が続いて関東勢は後方。ここはもう前から1番の金田龍馬、30万の椅子やば、しっかり主導権を取ってこれから最終周回に入っていきます。30万駅の南関東勢3人です。1番の金田龍馬、番手2番は桜井城、そして3番の飯尾力、列戦は6番の山田純也。後ろ何もしてこないかこれ。上がってこないぞ今頃。いや無理だろこれ。力強く1番は金田龍馬、番手食い下がる。2番は桜井城、追って3番車飯尾力、ここは1番の先頭で。うわ粘った金田さん、ワン、ツー、スリー。南関東勢ラインでしっかりと決めたようです。すごっ、こんだけ先行して。いいですね。1,2,3、当たった、おめでとうございます。僕はガミですね。6突っ込んできてたら面白かったけどな。残念もね、よう刺されんかったね。まあ他が何もしてきてないからな、足もそんな使ってなかったのかね。電気150キロじゃない、しかじゃないのよ。なかなかないね、150番耐えるやつ。だからそのデータ見てなんかちょっと愕然としたよね。あ、そうか、体重制限とかあるんだと思って椅子に。だいたい100キロから120キロとかなの。なかなか140キロでもたまにあって、
150キロオーバーのやつこれしかなかったから調べた時いすれっかしろ味噌汁飲みますか、見たことない、配信ではないな、味噌汁好きだけど自転車 CM じゃないよ。ワン、ツー、スリーですね、温かためでございます。みんな当たれ、サイクリング、おいおい来た、ちょれいちょれちょれと、おいおいって言いながら変えてなかった猪木と工程口の台所で椅子、あれはさ、もう普通の丸パイプみたいなやつだったからあんな壊れるよ一点的中、クリジョンさん、おめでとうございます。今日はゴチモリのベルカ、寂しいなのですと。カッペ焼きそばいいじゃんすか。せめて戦って破れてほしかった。そうっすねなんかね、してほしかったっすよね。まあまあ初日だから様子見たんかな、わからんけど、見せてる場合じゃないか。2番人気で、まあ多分2の刺し目の方が売れてたんかな。まあでもここは僕多分100円しか持ってないんで OK ですね。 4.1 倍、2シャターも 3.5、 2シャターも 3.5 倍あるんだ。あたたかたおめでとうございます。はい、ガミー最後で決めよう。1500足して7000の8100で410足して920か。920。OK。ギリギリ粘ってるね。ギリギリ粘ったね。6もうちょい頑張ってほしかったね。6、3着だったらな、ちょっと話。6、3着だとちなみにどんくらいあったんだろう。1、2、6。お、1、2、6だとめっちゃあったよ。66倍あったじゃん。わぁ、録画良かったな。家は大体、大荷重200キロ。そんなこと200キロなの。エレベーター最後の方で乗ると緊張します。いや、もう乗らない僕、混んでたら。どうぞ、つって。でかいんでどうぞ、つって。ほぼ乗らない。風速計タイム終了。おしゃしるの具は何が入ってるな。あらー、つかなくなった。どや、オッケー。お釈迦様が出した買い目がほとんど来ますが、もしかしてお釈迦様は未来が見える系の教祖様でしたか。もしかして注入受けた人、誰がや、誰が教祖や。あさって吉野家の冷凍、あれ届くですね、やっとね。ずっと楽しみにしてましたもんね。おしゃじる怖いじゃないんだよ。さあ、ここはどうしましょうか。特選、たまにはマルチとかで買ってみるか。三河さん、まくり、しぐちさん、まくりかな、あいがささん、まくり、まくり、結構あれだね。あー、自力、自力、自力しょ。兵庫、千葉に、福島、青森に、栃木、群馬、埼玉。いやー、どうかな。ちょっと、むずいな。シード戦の成績。いやー、割れてんな。
マルチとか買ってみようかな。ガミもあんのか。3連服の、いやたまにはいいか。マルチ買ってみようか。先行しての4000のマルチ。これせっかくね、もう外れたら負けぐらいの感じだな、これ多分。3000は浮いてないもんね。2000円の。あ、3000枚浮いてんのか。外れても勝つか、これ、もしかして。まあ、資金配分せず、そのままでいいか。ガミもあるっていう感じで。締め切り4分前。ガミが来たら諦めましょう。3、4、まあいいや。これでいいや。締め切り4分前。お相手の3で4突っ込んで切るので、どうかな。久しぶりに食らった、よかった、敏昇さん。一見したらなんや、iPhone15 買いますか。買わないかな。僕だってまだSE2 だからね。なんか最新のやつ別に買わんでいいと思うけどな、 iPhone もなんか。毎回買い替えなくていいと思うけどな。もう機能は十分やん、だって。だからもう14とか持ってる人はもう14でしばらくいけると思うけどね。金額もね、バカ高いしな。ズブズブさん、1435、どこだこれ、どこ見たんだこれ。1435、1435、72か。1435、72かな。なるほど、なるほど。なるほど、全部押さえたってことか。2シャターンでね。対話なんや。函館ダメだ、あたー。ちゃまちゃまさん、相性悪かった。函館あった。逆にもうライン無視のぐちゃぐちゃにならんがなってほしいな。もうなんかバカでかいのたまに取りたいよな。今日の的中率約 88%。 いやでも勝ってねえんだよな、大して。おしゃさん、タップルウォッチは女の子とも仲良くなれる機能、そんなのあんの。使ってないアップルウォッチの初代のやつならあるけど、タップルウォッチと交換してもらおうかな。ゆゆさん、356000と。惜しい。ワニブチさんは惜しいなんですね。ワニブチさんだってる。ワニブチさん。ショロさん、3連単354と、2シャタン352、各1万と。ほんと今日、分け前デイじゃないのが残念です。確かにね。山分けだったら今日はもうな、クリアしてたのかな。2シャタンのとこもあるから、どうかわからんけど。かな。リラクマさん、13457ボックスと。3800円分買える？ 3800 円浮いてんのか、僕が。じゃあもう勝ち確かな。よそるさん、パンツボックスと1414全の2、3着折り返しエアだ。松くんさん、41全、43535、73535と。行こうぜ。事故るやつはハードラックとダンスちまったんだぜ、のアジブチさんです。そんなこと言うの。それ何のセリフなんそれ。時報忘れても泣かないでいいのよ。ここは男気見せて3900円投資。いやもう普段もな、別に最後あれだったらって言ってやってるけど、ちょっとでも初日だしな、なんかここ自信もあるわけでもないし、 ここはもうただ均等買いでいいかな。函館の回収率も少し上げたいしな。おしゃさま、今日勝ち確と。しまった、3522万かって間違えて。でかいな。間違いがでかいんだよな、翔郎さん。リードサムさん、こんばんは。最終レースだけ買いますと。よろしくお願いします。ナイス、ビンショーさん。ヨシさん、51234
のワイドとワイの解明と。何言ってんだよ、メジロランさん、マジで。本当に。最新スマホはどうせ前期の使いこなせないから、廉価版の、安いやつ買っても、いや、いいと思います、本当に。なんならもう別にな、まあ、こんな YouTube とかやってないなら僕は iPhone じゃなくてもいいもんな。僕パソコンも Mac にしちゃったから、なんか iPhone で使いやすいけど、Windows だったら別にな、もう iPhone とかじゃなくてもいいしな。アップル好きで毎回 iPhone 買え、いいですね。いいな。アップル信者の方なんですね、ちゃまちゃまさん。まあ、だから iPad もさ、1個古いやつだもん、これ。あの、カメラが3つついてるやつじゃないもんな。と、リードサブちゃん、パンツボックス451345Z。締め切りは？もう締め切られたね。競馬で大勝ちして新しい iPhone 買いたいですわ。iPhone13 くらいにしたいとしたいですね。13くらいでいいよな。ところでおっしゃす。俺明日退職するかも。何があったんや、ショック社員さん。何やそれ。めちゃめちゃキロやん。めちゃめちゃ人生のキロやん。はちゃんさん、マルチっていうのは、ですね、この3、4を軸に、まあ、僕は全通り流してるんですけど、なんだろう。こうね。3、4が1、2着でもいいし、1、3着でもいいし、2、3着でもいいみたいな、この3、4からの組み合わせを全部買ってるみたいなっていう、マルチっていう買い方ですね。このとりあえず3、4が来て、まあどれか来れば当たるっていうやつですね。まあだから3連単で、まあマルチっていろんな、なんだろう、買うから、まあこれで買うんだって資金がまあ結構かかるんで、まあ3連複で3、4から全流しとかもできますかね。同じようなちょっと配当下がるけど、こうすると荒れた時にでかいのが取れちゃうねっていう買い方ですね、マルチは。伝わったかな。マルチで説明むずいよな。安岡さん、3連複で457。なんとか、何選手これ今誰みたい。天下ニビスさんはと、ぶっ込みのタグ、ぶっ込みのタグなの。あ、それ、そこ、さっきのセリフが。ぶっ込みのタグに出てくる貫禄のある高3なんだ。間違えてワイド5から買ってしまった。3から買うつもりだったのに、きっちり。さすがにヨッシーさんでもそれきちいな。きちい、50万無駄に使っちゃう。えぐいんだよ。本当に。まあまあ、でも当たりゃね。当たりゃ。別に。あの、ね、この AI 予想では20までついてるから、5が。後ろからズドンとかに塗ったらね、もう全然5あるだろうし。いいんじゃないですかね。調子に乗って大垣まで買ってきました、ミンションさん。6連続低気中、世界恐慌だな。締めっぽくなって欲しくないですが、今年亡くなった父と一文字違いの佐藤選手、二社単1413、レクイエム車検1万です。こういうと挨拶か。いや、そうですね。お父さんのパワーを借りていきたいですね。結婚願望なんです。結婚願望。まあまあ、いや、願望ってことはないよ。まあ、でもしても、するのは全然あれですけど、苦労はかけたくないですよね。したことによってね、お相手の方にね。苦労かけない状態だったら全然結婚 OK。クレジオさん142143413356。時貞くん。ここは、バネさん、ここは石口さんが逃げて、番手の佐藤さんが抜け出し、357あたりが強襲するも届かず、13570と。ビンショさん14142355324541と。説明ありがた。8チャンネルさん、伝わりましたかね。とりあえず、まあ、マルチっていうと、なんかもう、その組み合わせ全部買いますよ、みたいな。なんか、わかんないけど、この軸にしてるとこからの。伝わるかな。ちゃまちゃまさん、2727Z。マルチってあんまりいい言葉じゃない。マルチのイメージの聞き方によっちゃな。
おかげさまで今日はプラスで、わあ成田さんよかった、おめでとうございます、素晴らしい、一緒にプラスで終わりましょう。に集まってまいります。北海道の函館マルチだと、そうですね、高い配当もうちょっとね入れ違ったらすごい配当出たりしますからね。その分投資がかさむっていうやつですね。時折シャス保留にガロケ刺さる絵面なんとかならないですか、少しシャスさん引いて何ガロケ刺さったみたいになるこれシューンってずらそう。でもこの後ろの縦線ももうザンバ島に見えてくるもんな。そうやってみたら。以上のメンバーの対戦です。とにかく2、3か3、2で並んでればどんな目が来てもいいのよ。1、2、3だろうが、1、3、2だろうが、3、5、2だろうが、2、3、6だろうが、合ってる知らんけど。ヤミキさんありがとうございます。あのね、5が1着に来たら30万以上入るんだけど無理かな。いやいや、20丸ついてますから、 AI 予想で。AI はもう、ま、20丸つけてるからもう同じこと言った。嫁おしゃす競輪競馬ボートばっかりやってないだったなんや。今働いてんだよこれが。構えていきます。お相手もギャンチューじゃないって。いやギャンブルやらん人の方がいいだろう。第9レース2人やるともう破綻よ。第9特選方法なってスタートです。まだピクピクしながら内側から1番の佐藤誠二が出ました。他にも隠しね、隠し車検ね、ビーチョーさんの3番のワニブチケイスケ、内側には2番の工藤正史も来ております。あとは6番の宮下隆之、5番は上川直樹、上がってきた4番が石口啓太です。自分下から落車しない、しない、しない。7番の相笠翔太も来ました。しないよ、坂本レースはラインそんな呪われてないよ。まず前から4番の石口啓太が行くようです。今年ここまで優勝3回という。いやもうなんかね、ちょい残しでプラスで終わるより当ててプラスで終わりたいな。優勝していましたが、その後ろ千葉の1番佐藤誠二がつけていきます。その後3番手からは7番の相笠翔太です。3、4がくれば当たり。前傑級にいた福島の相笠、このバンクとは好相性。後ろには2番の工藤正史が追走。工藤も今季は A 級、3年半ぶりの今季は A 級戦だそうです。そして後ろから関東勢は3人、5番の上川直樹、今回は落車欠場明け。まず1走目どういったレースをしていくか。栃木の上川、後ろには3番のワニブチケイスケ、6番は宮下隆之が追走してライン3人、その関東勢が前に変わっていきます。これはいいじゃないか。レッスンが動いてきました。今度は7番の相笠翔太、相笠が打掌前、そうですか、前をかわしていきまして、今ジャンが鳴っていきます。最終9レース、 A 級の初日特選中段、5番は上川直樹が後ろ、4番の石口啓太を警戒していますが、その石口が振ってきました。先行かすの最終ホーム、思い切って4番石口が先行して、うわでもそこに5を突っ込んでくるならちょっと4番の石口啓太、1番の佐藤誠二、人気のコンビ、5、5、いけ、5、いけ、5、いかんのか、5、いかんのか、え、何、何、7番の相笠翔太、2番の工藤正史、関東さらに後ろ、5番の上川後方で苦しい、前2人は4番の石口啓太と1番の佐藤誠二、しかも4番の石口啓太、4番の石口、1番の佐藤、並んで入ってきました。だよ、ゴー何やってんだよ。今日ラインを組んだ2人、兵庫の石口啓太、ちょっと引っ張っててあげれば3いけたやろ、これ。いや、これ3来れたでしょ。4番の石口、直接もうちょい引っ張ってってあげてよ。最後は、並んできた1番の佐藤誠二、わずかに佐藤誠二、これ。1番、4番。4、佐藤誠二が7かな、わずかにゴール前、石口啓太を、うわー、いや、マジかよ。いや、これあとちょい、翔太がこう連れてってくれよ。なんですかいな。いや、だる、マジ、もったいねえよ。はい、147かな、当たった方おめでとうございます。もったいねー。
しゃんななとやってるわと。なな ないさん来いよね。あ、ズブズブ船長に当たったのでございます。ガミだった。ガミ、まあでも安いのか3だとしても、14は。14からのやつは。ガロー剣刺さったのに、まあ補正法はな、そんな当たらんからな。142143しかないと。7も5も反応悪いよね。反応悪かったっすよね。なんか別に、5にいたってはなんか行く気もなかったよね、なんか。ずっと前見て。147でもつくね、147で。3530円当たった方、おめでとうございます。くそー、悔しい。うん。おっとはいい4連勝と。142357なんで、あったー。大塚で待ったの遅いんだよ。こないだ行ったんだよ、大塚は。はい、ということで、最後、残念無念。まあ、でも、割とやれてよかったかな。はい、ちょい、ちょい残しで、2万1000円で。800円プラスか。あれした。吉井函館ブリーと、先導の。70年代エスパーみたいなコスチュームだったかな。あれでもかっこ僕好きだけどな、あれ。91460引く、11100足す、120は、ちょっとだけ増えましたね、また。62000の280。そして函館の回収率が、まあそんな変わらんだろうけど、函館 75% になりましたけどね、ちょっと上がったね。はい、ということで、また明日もやるのでよろしくお願いします。明日は 100% やります。明日スタジオ借りたので、絶対やります。はい、ということで、5連目に続くありがとうございます。何やってんだ。いやいや、呆れちゃう。あれは呆れちゃいますな、マジで。142143しかない。あった、お父さんありがとう。挨拶さん、おめでとうございます。挨拶さん、ヨッシーさんもきつかったよな、確かな。100万回ぶりに当たった。おー、ヤミキンさん、おめでとうございます。12、結構かけてたな。結構やってるやん、マジかよ。だ、いや、おめでとうございます。よかったよかった。もう大事にいきましょう。おめでとうございます。大塚盆踊りみたいに、大塚でもなんか先週土曜日か日曜日とかじゃなかったかな、盆踊り。この間オフ会の次の日とかだったような気がするけど、どうだっけな。まだやってんのかな。うぐいすなんや。ボタン連打でおシャスの車検を当たりにしろ。ボタン連打だだだ。おめでとうございますと。今日の収支もいつも通り、おマイナス、マイナスなんかい。明日も函館、明日も函館ですね。ちゃまちゃまさん、お疲れ様でした。ワイサツさん、お疲れ様でした。真逆の741もあったのよと。ちなみにさっきの143だったらいくらだったんだろう。安かったんかな。函館143は15倍しか安かったんだね。まあまあまあ。バインさん、お疲れ様でした。大好きなお茶様、すいません、ありがとうございます。残金からスタジオ代は引いてねえだろ、今まで。引いてねえよ。ひろちゃんさん、お疲れ様でした。ありがとうございました。キチー、何がや。ヤミキさん、ありがとうございました。おやすみなさい。全く勝てない。棺桶に入ってます。いや、最後当たったから。出ましょう、棺桶から。ありがとうございました。なんやクソガキチン、明日今日の負け取り返させてね。今日も楽しい配信ありがとう。おやすみなさい。明日は最近使わない、使い切らないよ。ヨシさんもありがとうございました。北野さん、14折り返しの235で7が抜く。キチン流しとけよかったパターン。ありがとうございました。ビンショさんもお疲れ様でした。ユキさん、お疲れ様でした。ありがとうございました。特典さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。ストーリースタジオ代引かれるわ、笑った。借りれなくなるわ、そんなことやってたら。ひろちゃんさんにおやすみなさい。ゆきさん、もう女子にばっか挨拶すんな、美女さんは。わ、ちゃんと返してもらって。ええー、の。向井獣医さんじゃないぞ。クレジオさんもありがとうございました。
ということで皆様ありがとうございました。5連目続く。間違えた、違うのどうした、間違えた、違う、あー下手こいた、あー